来ましたー、大河さん。すいません、ありがとうございます。はるか遠くからありがとうございます。完全に今日の新幹線にやられたパターンでした。確かに確かに。え、停電だったんですか。停電でなんかずっと止まってて、と2時半ぐらいから止まったんですよね。昼のってことですか。そう。え、それで復旧したんですけど、やっぱ人が新幹線で停電するんですかっていうか、そもそもなんかね、理由があるんですか。停電をしないんですか。なんか引っかかったんですよ。あ、引っかかった。河川かなんかに。あ、あいつ元って JR なんですよ。そう、今聞いてびっくりした。はい。でも本当、新幹線乗ろうと思ったらドア開くじゃないですか。はい。バイオハザードのドアが開いた時と同じで。うわ、みたいな。開けるなーっつって開けたら、ドゥワーってドミ出てくる感じで人がいっぱいいて。どうしよう、これみたいな。それは乗れないですね、さすがに大悟さん。チケット持ってるのに入れないみたいなぐらいの感じで。はい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 。おー。ということで、やるも視聴者が、もうこんな時間まで、はい、しかも明日、普通に土平日じゃないですか。確かに。で、夜中の3時ですよ、今。必要。で、いや、もう大悟さん来るまで寝れないっていう人めちゃくちゃいて、いやずっと、はい、大悟さん、大悟さんになってたんですよ、コメント欄。一応なんか、はい、霊視みたいなのの結果を、はい、兄弟に送ったんですよ。はいはいはい、はい。そしたら、すごい当たってるみたいな騒ぎになって。はい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 、はい。で、その当たってるっていうところ、まずどこが当たったのかを話します。はいはいはい、確かに確かに気になるっす。で、僕ね、変に肩持つと僕なんかまた、ほら、いろんな詐欺にもやられてる人間だし、いろんなお金、はい、いろんな人、まあご存知なんです、視聴者は。はい。なんで、僕は変に肩持つこともなく、なるほどなるほどで聞く感じでもいいですか、一旦。はい。一応僕も、はい。直接お会いしてない人のことを、本人がいない場でいろいろ言うのは嫌なんで、はいはい。霊能力者の可能性もあります。はい。で、来月とかもまた会うこともできるんで。あ、そうですね。そこでやってほしいんです。はい、ただ今回の結果は、はい、僕はなんか納得できちゃうというか、はい、これは別に誰でもできる。おー、はい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 、はい。で、なんでかっていうと、はい、これ言っていいのかな。あのね、うちの兄弟を、調べることっていかれてもできるんですけど、はいはい、兄弟を調べるとたどり着く間違いにバッチリたどり着いてるんですよ。兄弟、うち4人兄弟なんですけど、はいはい、僕だけ生まれが違うんですよ。はいはいはい、はい。これ言ってないんですけど、はいはいはい、それを知らない人は、うちの兄弟を調べるとこうなります。なるほど、なるほど。っていう感じなんで、あ、調べたんだって現状、結果だけ見ると。はい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 。僕に関する情報が。それはあの神社の方ですか、言ってた。全部。全部なんですか？全部。なんだけど僕自分のこと一切言わない人なんですよ。テレビ出てる頃から、はいはい、兄弟のことも実家のことも生まれのことも何も言わないんですよ。はいはい、基本的には論文の話しかもともとしてこなかった。だから僕の個人情報を調べるってすごい難しいんですよ。はい、確かに確かに。で、さらに、大体こういう霊能力者とか占い師って昔の友達は当たるんですけど、はい、僕、友達全然いないタイプだったんで、はいはいはい、最近ワイン飲むようになってから人と会話するようになったんですけど、はい、だからこの数年間の友達以外はいないんですよ。はいはい、どれぐらい、その情報が出ないかっていうと、ガーシーさんの本出してる箕輪さんいるじゃないですか。はいはいはい、箕輪さん。と、まあ、ガーシーさんの、ちょっと知り合いみたいな人と、両方から、はいはい、大悟とヒカキンは無理だったってガーシーさんが言ってたみたいな。なんでかっていうと、はい、交友関係が狭すぎて、何も出てこないと。はいはいはい。あいつらマジ友達にって言われてないんだ。本当に。リアクション取りづらい、それはそれで。だから要するにその情報が出づらい人間なんです。はい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 。っていうのも一応込めて言うと、例えば、さっきの画面あります？ありますよ。これ、どこまで視聴者に見せていいのか分かんなかったんで、後ろに隠しておきました。あ、なるほど。これがさっきの紙ですね。そうで、多分ね、これね、あ、そっか、なるほどね。どっから、これでも一応全部そうなんですか？全部そうなんですよ。この例えば一番上のこれがでも一番なんか合ってる。これ説明します。まず一番最初にこの霊能力者の方が、はい、書いたこの名前があるんですけど、視聴者の人はちょっと分かりやすいと思う、分かりづらいと思うんですけど、はい、これね、僕の父方の祖父の名前なんですよ。じいちゃんのファーストネームなんです、これは。はい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 。なんか僕が元なんか前世が医者で、はい、なんかあの救えなかった人がいて、はい、で、それがこの2番目の。はいはい、言ってました、言ってました。今言われた。はい。してますけど、ほにゃらら誠さんって。はいはい。これが救えなかった人って言ってましたよね。はい。で、その、僕がその医者を救えなくて、医者として救えなかったこの誠さんって人の命に対して責任を感じて、流れたのを救ってくれたのが、この上の、ほにゃらら太郎さんって書いてあるんですけど、はい。この人って言ったじゃないですか。はい。で、このほにゃらら太郎さんっていうのは、僕の祖父の名前なんです。はいはいはい、これ聞くとすげえ当たってると、はいはいはい、このほにゃらら誠さんっていう名前もここに書いてあるんですけど、これ三角イコール家族って書いてあるんですけど、はい、
弟に聞いたら、うちの弟の同級生にいたんです。それもうフルネームフルネームあってたんです。はい、おおすごいと、はい、誠の名前だけだったら大したことないんですよ。なんでかというと、はい、誠って名前って実はね日本でもかなり多い名前で、はい、ね、僕さっき調べたんですけど、どこやったかな、はいはい、日本のねトップね十何番目ぐらいの名前なんですよ。はい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 、誠って名前はよくあのメンタリストというか占い師が使うんですよ。 M っていう文字が見えますと、はい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 、多分誠とかそういう名前だと思うんですけどみたいな、はい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 、言うんですけど、誠ってね誠って名前は実はね全国で12位なんです、ファーストで、はいはい、世帯で言うと、はいはい、ただこの上の名字は結構レアなんですよ、はい、138ぐらいの、まあ、レアってことは一般的ですけど、はいはいはい、これはまあまぐれあたりかなと思ったんですけど、でもこれ調べるとね、はい、うちの弟の学校の名簿とか、はい、なんていうんですか、その、アルバムとか、はいはいはい、部活のイベントやった時のホームページとか調べると出てくるんですよ。なるほど、ギリギリ知らネットにある情報ってことですか。うちの弟を調べて出てくる情報なんです。僕は会ったことも聞いたことないんですよ。はいはい、でもう一個のこの、稲荷弁財天なんとか出てくるじゃないですか、はいはいはい、これの神社実はあったんです。この3つが重なってるような、そう、はいはい、これどれぐらいやばいかってところに、ね、ちょっとね見せるとね、ちょっと仕方のなんですけど、実家が特定されちゃうんであれなんですけど、はいはいはい、どんぐらいやべえかっていうと、ここ実家なんですよ、見て水神社、全部ある。本当だ、すごい。すごいですよね。そう。でシーサーってさ、もうあるんですよ。これあのあるんですよ。シーサーっぽいのが置いてある場所も。はいはい、はい。でここまで来たら多分視聴者の皆さんも当たってんじゃんって。はいはいはい、はい、でリッチマットでさ、川があって神社があってみたいな。はい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 、はい。あってるんですよ。が、もうここで生まれないんです。はい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 、はい、つまりこれどういう風にすると出るかっていうと、弟を徹底的に調べたら出るってことですか。そう、あのうちの弟っていろいろ情報出してて、はい、うちの弟とうちの親父の名前で検索すると、はい、大まかな住所が出るんですよ、はいはいはい、で住所を入れるとこう出るんですね。見てください、ほらほにゃらら太郎の番号と住所でしょ、はい、でうちの父親の名前でしょ、電話番号住所でしょ、同じなんですよここが。だからこの一太郎は多分ググって出したんだなっていう。なるほどなるほど。弟から調べるとこれが出ちゃうんですよ。はいはい、でこうするとこの住所ありますよね、このここ。はいはい。この住所をあの Google で検索するとさっきのマップ出てくるんですよ。これ。だから正直今の段階で言うと、あ、よくググりましたね。なるほどなるほど。調べて出ちゃう内容ってことですね。当たりすぎ。はいはいはい。こんな当たらないんですよ。そう、だからこれかなり怪しいかなっていう。なるほど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 。正直言うと。でこれはメンタリストがよく使うホットリーディングっていうテクニックで、はいはいはい、事前に調べられる情報を調べるんだけど、ストレートに言わない、ちょっと名前をずらしたりとか、はい、例えばこの水神社って書いてありますけど、はい、神宮じゃないですか、はいはいはい、ちょっとずらすんですよ。なるほどなるほどなるほど。惜しいって説得力出すっていうホットリーディングって手があって、はいはいはい、典型的なホットリーディングやなと、はいはい、でこの前世が僕医者だったって言ったじゃないですか。言ってましたね。で一応これフェイクニュースなんですけど、昔うちの父親の職業って出てないんですけど、職業が医者って出たことあるんですよ。フェイクなんですよ、これ。はい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 、はい。ああ。なるほどなるほど。これで引っ掛けたんだなっていう感じ。なるほどなるほどなるほど。大変申し訳ないんですけど、現状は僕に出せる情報が全くない。なるほどなるほどなるほど。ちなみに僕が本当に生まれたところは、はい、見てください。神社周りに何もないんですよ。あるけど、こんな。なるほどなるほどなるほど。こんなんですよ。だから、ああ、なんか。なるほどっていう、はい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 、一応さっきの話もそのもちろん分かんないですよ、はい、芸能者の可能性あるんだけど、要は当たってるけど調べたらギリ出る情報だからってことですね。なるほどなるほど。ギリっていうか普通にネットで調べたら分かっちゃうんで、はいはい、でさっきの言い方も3つ の, あのメンタリストよく使う心理効果使ってます。バーナム効果って言って、はいはいはい、誰にも当てはまりそうな情報、多分天真爛漫みたいな、はいはい、目キラキラしてるって、はいはいはい、それは楽しそうに酒飲んでる席で、はい、ね、電話つないだら目キラキラしてるじゃん。まあ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 、確かに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 、誰にも当てはまりそうなことを言うってやつ、はい、これが1個目、はい、で2つ目がホットリーディングって言って、調べた情報をそのまま正確に言ったら調べてねってなるんですよ。はいはいはい。あえて抽象度をちょっとだけ上げて曖昧にして混ぜ込む。なるほどなるほど。例えばじいちゃんの名前が前世で関わった人っていうふうに出てきたりとか、はいはい、その人の職業がうちの父親の職業とされている職業を出すとか、はいはい、でこう入れてくんですよ。でずっと言ってたのが、いや多分本人は分かんないと思うんですよ、まだ知らないかもしれないんですけどっていうのは、これは未確認の予言っていうよく使われる手法で、はいはい、あなたはまだ気づいてないかもしれないんですけど、はいはい、あなたはきっと将来5年、いや
10年以内に大物になりますよって、はい、ああはいはいはい、みんな言うじゃないですか。言うですね、言うですね。でもそういうのは一番僕一番信じられてます、そっち系は。でもそれと同じこと言ってるんですよ。はいはいはい、知りたいと思うんですけど、調べたら出るから。はい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 、なるほどなるほどなるほど。僕の場合は、まあ、これは多分あの、まあ、彼が本物かもしれないですよ、はい、分かんないです、あの会ってもないんで本物かもしれないんですけど、はい、ただ同じことを言われたら必ずやってほしいのが、はい、言われた情報が自分に当たってるかどうかじゃなくて、はい、言われた情報を第三者がネットとかで調べうるのかってことを調べるべきです。はい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 、はい、みんなこう例えばこのなんとか誠さんとかなんとか太郎とか、はいはい、この神社の名前とかを調べると、はい、やべえ自分で近くにあるじゃんとか、はいはいはい、弟の友達いるじゃんとか、はいはい、別にちゃんの名前だとかびっくりしますよね。はい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 、でみんな信じるんですけど、はいはい、でもそれって逆で見ないといけないですよ。相手が何かしらの方でそれを知り得ていたら詐欺じゃないですか、それって。確かに確かに確かに、それが可能なのかってことを検証するのが大事で、はいはいはい、で今回の場合はその検証で全部反証できちゃうんで。なるほどなるほどなるほど、本物かもしれないけど、まあ同じことは偽物でもできちゃうよねと。なるほどなるほどなるほど、っていう感じでした。全部出ていることではあるってことですね。調べたらで、まあ、うちの弟と親父の名前、はいはい、でうちの弟の名前も親父の名前もあの弟も言ってるしテレビに出てるんで、はい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 、はい、出るんですよ全然。はい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 、でしかもその、まあ、これあんまり言うと次お会いするときヒントになっちゃうんなんですけど、はい、僕が生まれたからここじゃないんですよ。はいはいはい、はい、僕だけ兄弟の中でちょっと生まれも育ちも違うんですね。なるほどなるほど、一回も言ったことないです今まで。はい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 、それが一つも言えなかったから、ああなるほどな、はい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 、アルゼンチン勝ったんだ。アルゼンチン勝ったで、今ずっとコメント欄がめちゃめちゃ、もうアルゼンチン、アルゼンチンとか、ちょうど霊能者の話と半々ですね。いや、これでも直接会ってほしかったな。でも直接会っても、でもその場で言われたら分かんないことあるから、ちょっと話進みづらいかもしれない。その場で言われても僕調べますよ、調べるのか。確かに確かに確かに。大悟が全否定しないってすごいことだもん。あのですね、僕去年炎上してからちょっと考え方変わりました。ちょっと丸く言うようにしたんですけど、丸く言わないでいいんだったら丸く言わないけど。なるほどなるほどなるほど。わざわざなんかそのね、福岡から来ていただいたんで。でこれ逆に僕思ったのが、シーハラさん、この有名人ばっかり言っちゃうと調べるじゃないですか、うん、逆にと。今回のこれはね、はい、結構クリティカルな情報なんですよ。なんでかっていうと、はい、僕のことを調べて出る情報を言ってたんだったらまだいいんですよ、はいはい、有名人だから喋れるんで、はい、多分僕びっくりしたと思いますよ。有名人なのに情報がないから、はいはいはい、調べれないから、はいはい、で弟言ったんだなって。なるほどなるほどなるほど、僕と何の関係もないですもんこれは。はいはいはい、だから結構 やっちゃったミスだと思うんですよこれは。なるほどなるほどなるほど、弁護者としてはですけどね、はいはい、本物かもしれないですよ。本物だったらなぜ僕の情報が一つもないのか教えてほしい。あ、なぜ全部弟を調べて出てくる情報なのかを、はい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 、なるほどなるほどなるほどっていう感じです。確かに確かに確かに。なんで逆にこれ有名人以外にちょっと有名人が例えばこういう不備だとか、逆になんかその、はい、あと事前に今回僕と会うって話通したじゃないですか、はいはい、じゃなくていきなり誰かドーンって当ててみてってことですね。 それで名前を見て当たったらすごい。確かに、それでここまでの情報が出たらさすがに信じざるを得ないけど、はい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 、はい、でもこれ当たりすぎだし、はい、よくある手法で再現可能なんで。なるほどなるほどなるほど、確かにそこまで行くんだったら、でも次そういうパターンもあるですよね。もう誰と会うか分かんない状態 で、 そうです、例えば大悟さんが誰かをいきなり連れてきたら、はい、それはもうあれじゃないですか、そのなんていうんですかね、うん、調べ無理じゃないですか。もう大悟さんしか分かんないんで、うん、誰が来るか分かんないっていう、そこでまた名前と顔でやったら思うんですよね。そうです。あと僕と他の兄弟との生まれがな、はい、どう違うのかっていうことも誰もにも言ってないんで、はい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 、はい、言えたらすごいですけどね。あーなるほどなるほどなるほど、公開してないんで。はい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 、はい、こうするとでも占い師とかって本当別にあの彼が本物か偽物かは別に分かんないですし、はいはいはい、たまたまそうなのかもしれないし、はいはいはい、分かりづらかったし、はいはい、画面越しだったんで分からなかったらあるかもしれないんで、はい、これだけでは断言できないんですが、もし皆さんが同じような、見てる皆さんが確かに同じようなことをやられたら、まず iPad とか iPhone 開いて、はい、言われたことを調べてみてください。確かに確かに確かに、電話帳だったりだとか番号とか、はい、昔の例えばブログとかミクシーとか、はい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 、書いてるんですよ自分で。はい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 、そういうのがあって、結構あれですよ、神社とかお寺とかよくやるんですよ。お寺ってこう宗派で繋がったりしてるじゃないですか。はいはいはい、お寺同士で情報交換されてて、はいはい、引っ越すとその先のお寺の人が自分の情報全部知ってるんですよ。初対面の色々あってて信用させるみたいな、はい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 、占い師とかよくある方法なんですけど、そういうのもあるんで、まあ、ちょっとどうなのかなっていう。なるほどなるほど。でもこれなんか次大悟さんが誰か連れてくるパターンが一番良さそうじゃないですか。あ、それが一番なんかこう、シーガラさんも
なんか分かることと分かんないことがあるから、分かんないことを聞かれすぎても困るって昔言ってた時あったんですよ。なるほど。だからそれこそババ抜きとかでどれがジョーカーですかって言われても分かんないらしいんですよ。あ、なるほど。とは言ってたんで、その誰か連れてくるっていうのが一番、多分一番いいでしょう、ね、一番いい解決方法ですよね。まあでも僕が多分あのこれ狙って調べてやってる人間だったら、それ言われたら拒否しますけどね、はい、なるほどなるほどなるほど。まあそれ次第ですよね。次回また。そうですね、狛犬もね、多分ね、Google のね、あれで調べて出てくるんだよな、この神社のところで。めちゃくちゃ調べてるんですね。そう、多分ね、普通にね、ネットで出てくる情報なんですよね。いるなよ。あ、シーハラさん、あれさっきのシーハラですが、めんどくせえな、そんなん言われたら何も言えんわ、いい加減にしてほしい。なるほど。おお、怒ってるの。超炎上万博や。別にその、はい、はい、藤原さんが本物かどうかっていう別に言及ではなくて、はい、僕の情報何もなくて、なぜ弟の情報ばっかなのかが聞きたい。なるほど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 。本当なんですよねっていう。確かに。コメント欄結構なんかあの嵐、あ、今これ何の嵐が来たと今。いや、連投系です。あ、連投系なんや。あ、嵐ブロックしていってるね、順次。はい、あの安心してください、あの皆さん。なるほどなるほどなるほど。まあでもそうですね、僕はちょっとやっぱ柴田さん来ていただいてるのと、やっぱ今日直接会ってもらったのは一番なんか、ね、僕が多分直接会って悪い人でもない、はい、直接会ったらあれなんですけど、はい、僕がこれですごい全部当たってますっていうと、はい、多分柴田さんがいろいろ言われたら、いやいやもうそれ営業妨害だからってなると思うんですけど、はいはい、僕がこれを認めたら営業妨害なんですよ。確かに。僕リアの6社信じないし、はいはい、やり口を明かすっていうのが僕のビジネスというか職業なんで、だからもう申し訳ないけど僕はこれ言わざるを得ないです。これやる。はい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 、確かに確かに確かに。で、逆に言うとそのシアラさんは我こそはと思うのであれば、はい、いや違うと、はい、言わなくちゃいけない立場なんですよ。はい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 。もう どうしようもないっていうか。なるほどなるほど。矛盾ですよね、その場合は。なるほどなるほどなるほど。でも全然あれですよ、その神社の情報とかそういうのも場所わかんないようにしてモザイクとか今かけてないからですけど、かけて解説全然できますよ。なるほどなるほどなるほど。調べたら出てくるかみたいなのは。なるほど。じゃあこれちょっと僕もやっぱ大悟さんもあのお世話になってるし、シアラさんもお世話になってるんで、僕ちょっとで僕がどっちかをこう持つのもなんか気まずいんで、本当に霊視してるのかもしれないんですけど、はい、ただこの結果は霊視しなくても出るから、はい、そうすると霊能力の意味ないですよねっていう、はいはいはい、ノリでいいですよねこれならって話。はい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 。例えばじゃあユリゲラって人がいますと、はい、ユリゲラが本当にスプーンも超能力で曲げてても、はい、それ以上のことを物理学者とかマジシャンができたら、はい、ユリゲラの存在価値なくねって、はいはい、スプーンを曲げることに関しては、確かに確かに、だって手で曲げれるんだもんっていう。はい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 。まあまあ間違いです、間違いです。そうですよね。はい。だからなんか、はい、なんか意味あんのかなっていう大変申し訳ないんですけど。なるほど。いやいや、全然逆にめちゃめちゃ面白いです、聞いてて。はい、吉原さんには本当に人としては別に僕嫌いじゃないし、はい、僕もなんか最初の時はすごい丁寧にとか、はいはいはい、なんですけど、はい、一応プロのメンタリストとしてはこうしか言えない。はい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 。なるほどなるほどなるほど。ということを一応分かったとして、僕は認めたら、はい、メンタリストが認めた霊能力者だな。確かになっちゃうんですね。はいはいはい。僕も営業妨害とかになっちゃうし、変な話になっちゃうんで、はい、こうしか言えないんです。本当すいませんっていう。了解です。話です。ちなみにこのスパチャは本物だから、スパチャが偽物説もある。確かにそれはちょっと確認しようがない。ね。あ、スパチャって分からんね、誰が投げたか。一応なんか、ちょっと前は当てますけど。なるほどなるほどなるほど。でもさっきあれですよね、もうこの時間寝てるって言ってたから、はい、この時間起きてたら、まあ、それはそれなんか不思議な感じですよね。起きてるんかーい。来てくれてたかもしれない。確かに。いや、あと明日帰るって言ってたんですよね。はい。なんでまあ、ちょっとこれは持ち越します。はい。ちょっとそれはこれ面白いですよね。でも分かりやすいと思います、はい、だから次回やった時に当てれたら、はい、もう僕は本当すいませんでしたと、はいはいはい、メンタリストが見てます、あなたは本物ですってなるし、はいはいはい、逆にそうならなかったら、はい、あるいはこの次回を拒否したら、はい、まあ頑張ってググったんだなって思われても仕方ないプロとしてはね。はい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 。それ例えばじゃあレストランに行きましたと、はい、で容器出てきましたと、はい、で例えば社長と僕が行って食べてするじゃないですか、はい、これスーパーの冷凍解凍しただけじゃねって、はいはい、なったをするじゃないですか、はいはいはい、でシェフに言ったら、いやそんなことはないと、はい、でも後ろでチンと音聞こえたと、はい、お前レンジ使っとるやろと、はいはい、違うと、はい、じゃあこれ作って
とか、はい、厨房見せてっていうのと今同じことです。はいはいはい、はい、本当にシェフでしっかり作ってるんだったら、はい、自分が作ってるところを見せれるし、はいはい、レンジでチンしないものが作れるじゃないですか。はいはいはい、間違いない、見せれません、はい、ってなったら作り目の前で作れませんになったら、はいはい、チンって疑われてもしょうがないですね、その店は。まあ間違いですね、同じことなんで。確かに確かに。じゃあこれちょっと持ち越しましょう。はい、またちょっと塩原さんに出れるか聞いてもいただい、あ、聞いてもみるんで僕も。はい、でもこれこの座組組んだの社長ですからね。確かに確かに確かに。いやでも最初にちゃんと塩原さんに言ったんですよ。そうそう、僕もなんか前回の放送の時に、はい、来ないだろうなと思ったんですよ。はいはい、僕こういうことをする人で調べたら分かるから、はいはいはい、調べるタイプの霊能力者とかっていうのは、はい、その相手と組んだ時に自分の価値が上がるかを調べるんですよ。はいはい、調べたら、僕を調べたらやっちゃいけないって言ってるはずなんです。はいはい、で僕今まで散々霊能力者ボコボコにしてたんで、本当にもう確かに。でも逆にここまで来たら逆に会ってもらいたいのもめっちゃおもろいですよね。何度も言う通り敵言わないです、はい、お互いプロとして言わざるを得ないことを言ってる、はい、なるほどなるほど。まあまあ本当に矛盾立て状態ってことですよね。そうです、はい、確かに確かに。これでも電話で終わってきてるけど、ちょっと配信会してみようか。偽物が15,000円払いますから。でもこれですよね、本人かどうか確認しないと本人のマイナスになっちゃいますよね、このスパチャが。確かに、どうなのかっていうの。確かに確かに確かに。偽物だと思いますけどね、このスパチャは。はい、わざわざスパチャでだって電話しないで、わざわざスパチャでこれ言ってくるのって、なんか煽ってる第三者じゃないかなっていう。なるほどなるほど。でこの今、大悟さん、ネットで社長とフォイの身辺調べてくれっていうのあったんですけど、はい、DA 社長さんとか、フォイさんみたいに、友達が多い人は、周りから調べると出るんですよ、結構。あー、なるほど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 。絶対に、有名になった人の、宿命として、いや、俺 DA 社長と友達だったんだよって言い古いやつ。はいはいはい、間違いないです、間違いないです。Facebook とか言うやつがいるんですよ。それは結構ひぐやすいんですよ。なんでやっぱ初対面が一番いいんですよね、うん、多分この逆に言うと大悟さんの声でやっぱ初対面の人ぶつけるのが一番いいですよね、うん、ネタいいと思います。はい、それが一番いい、どうなるか問題ですよね、うん、はい、それが一番いいのかな、多分ね、おもろいね。確かに、絶対分かんないようにして、はい、当日3人ぐらい呼んで、はい、3人中1人だけ当てる。で誰が当たるかは直前までわからないとかにしたら結構ランダムになるって言ってます。かなりですね、それ、うん、それちょっと聞いてみます。それか、はい、さっき僕とやったみたいにリモートでいいんだったら、はい、オンライン中に誰か適当に当てて、はい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 、で名前だけ教えてもらって、その人読めばいいですね。確かに確かに確かに。いいですね。ちょっとじゃあ今まだ LINE が返ってきてないんで、芸能者ボコボコエピソード聞きたい。あ、確かに聞いてみたいです。逆に昔その何人ぐらいの霊能者と、スカパーで昔そういう番組やったことがあって、霊能力者が来なくなって番組が終わっちゃったんですけど、例えば、はい、守護霊が見えるって霊能者いたんですよ、はいはい、ここに守護霊が見える、はいはい、本当ですか、はい、なんかここに見える、どの辺に見えるんですか、あ、はい、この頭のこの上の、はい、この 2.5 メートルって見えます、あ、2.5 メートル見えるんですね、はい、他の人も大体そこですか、あ、はいっつって、あ、じゃあお願いしますっつって、はい、本人の身長が隠れるパーティションを出したんですよ、はい、でパーティションを5枚用意して、その向こうに人にいてもらうんですね。2.5 メートル上に見えるんだったら、パーティションからはみ出すから見えてますよね、はい、じゃあどこに人がいるか当ててくださいって。全然当たんない、全然当たんない、あ、見えないですよね、うん、はいはいはい、めっちゃよく考えつきますね。あとなんかこうトイレットペーパーだけど、こういうなんか紙コップみたいなやつを、はい、の裏になんかマークを書いて、はい、紙コップ大量入するんですよ、はい、でそこの紙コップのどこの、要するに裏側に、はい、そのシールとか文字が書いてあるかを当てるみたいな、透視能力あるみたいな、女性ができたことあったんですけど、はいはい、まあ、絶対透けて見えてんじゃん。はいはいはい、まあまあまあ確かに。でも見ても全然透けないんですよ。はいはい、みんなすごいって言ってたんですけど、はい、時々その色の、この濃淡とかを異常に見抜く人がいるんですよ。スーパーセンスみたいな。その、普通の人じゃ分かんないけどみたいな。そう、その微妙な差とか色の違いを見抜くって人がいて、はいはい、それかなって仮説を立てて、はい、紙コップの紙と紙の間にアルミホイル挟んでみたんですよ、はいはい、アルミホイルって遮光するんで絶対見えないんで、はいはいはい、それでやったら全然当たらなくなってきて、あなた色見てるだけですよね。いや、そんなことないって言われたんで、事前にスタッフにお願いして、はい、色彩チェックテストをやってもらってたんですよ、はいはい、そしたら普通の人よりも色彩チェックテストの偏差値めっちゃ高いみたいな、あ、やっぱあなたあの投資能力者やめてカラーコーディネーターになったらいいんですかね。ありますよね、あの多分男より女性の方の方が、あのなんかこう男には同じ赤に見えるけど、うん、
女性だったらどっちの方が明るい赤か分かるみたいな。あ、そうですそうですそうです。ありますよね、そういうの。そういう感じで。はい。本人ももちろん、あれ本人に悪意がない場合もあるんですよ。それはおそらく僕は思うには悪い人じゃなかったんで、はいはい、本人は投資してると思ってたんだけど、はい、実際は色がよく見えてるだけだったっていう。はいはいはい。才能を勘違いしただけっていうパターンなんで、はい、もう何度も言うんですよ。悪意がない霊能力者とか超能力者もいます。なるほど。全員が詐欺師っていうわけじゃないし、はいはいはい、はい。違うんだけど、なるほどなるほど。でもこれは当たりすぎだと思うんだよね。なあ、知ら、確かに確かに確かに。これはさすがにこの神社の立地でしかもギュッと近いみたいな、これは、はいはい、お前 Google マップ見たいろって思っちゃうんですよ。なるほど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 、はいはいはい。なんなら僕が生まれたところの近くの神社をぜひ当ててほしい、はい、確かに。それだったらもう調べても出ないってことですよね。そう、周りに神社ほとんどなくて1軒しかないんで、はいはいはい、はい、それ当たったらすごい。でもそれは絶対調べても出ないです。僕の戸籍調べても多分出ない。はい、はい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 。誰にも言ってないし知られてないし、はい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 。ただフォイの時はなんか恋が分かんない時代だって言ってくる。まあでも結局恋も僕も大吾さんもちょっと知名度あるじゃないですか、やっぱ、うん、って考えたら、やっぱ知名度多いかける友達多いじゃないですか。はいはいはい、はい、僕知名度あるけど友達いないんで、そうすると調べにくいんですよ。はいはいはい。知名度ある友達多いは超簡単で、知名度上がれば上がろう、はい、友達はその友達はみんなに喋るんですよ、その情報。はいはいはい。あいつ昔こうだったよ、はいはいはい、だとか、まあ、それは調べやすい。なるほど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 。じゃあやっぱ一般人物件が一番うん、いいよね。ただ僕一般人エピソードめちゃくちゃ聞いてますから、ね、でも椎原さんのけど、僕がここ椎原さん押しすぎるのもなんか変な立ち回りになっちゃうんで。椎原さん本人から聞いてるんですか。いや椎原さん の, よあの横の人とかもブワーってっていうのは見てきてるんですけど、あんまり椎原さん押しすぎるのもなんか僕も変な感じになっちゃうんで、はい、はい、逆に椎原さんが、はい、それはそれで椎原さんが次出てもらって太鼓さんがまた似たようなことちょっとやるのか、その誰か持ってくるのかみたいな。シエラさんもできることできないこと結構はっきり言うんですよ。これはできない、これはできるみたいなこと言うんで、うん、事前にできることとできないこと分かって、じゃあできることの中でやっぱ Google で調べられないことはできないのかもしれないですね。あー、そういうことですね。はい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 。確かに確かに確かに。いやいや、全然全然、だんだん俺の声が甘くなってきてるすごい。いや、でもありがたいです。いや、めっちゃ次楽しみ、楽しみになってきたね。いや、ここまでやって出てきたらすごいですよ、はい、確かに。出てきたら本物ぐらいでもいいかもしれない、ここまで言われて。確かに。いや、でも日本で一番強敵なんやね、逆に大悟さんが。多分スピリチュアル関係からするとアメリカにいるんですよ、そういう人。はいはい。あの物理学者で、なんか趣味でなんか、なんだっけ、心理学とかマジックかなんかやってる人で、はい、あの私の前で超能力を証明できたら1億円あげますっていうことをやってる、はい、ジェームス・ランビーって人だったかな、はいはい、でそれ番組とかもやってる人いるんですよ、はいはい、でもその人の前で誰一人1億円をゲットしてないんです。へ、見せられたものがなんかそのさっきやったみたいな、こう例えばこうアルミホイル敷くとか、はいはいはい、なんかそういうのを使って、ただあのそれやりましょう。その要は前言ってたあのレイキングのあの幽霊の霊でやって、はい、戦わせるってやっちゃうとなんかまた変になるかもしれないですけど、お金出るってなったら本物だったら欲しいってなるじゃないですか。確かに。だからそれこそ1億円とかスポンサー集めちゃって、いや1億円はやりすぎかもしれないですけど、別に本物だったら多分取れる人いないんで、はい、もうその500万でも1000万でもやっちゃって、はい、それで募集かけます、うん、いいと思います、いいと思います、はい、おえ、それで募集かけてきたらめっちゃおもろいですよね。めっちゃいいですね。だってスカパーでも一人も出てないですよね。うん、全然。え、じゃあこれ今せっかく生配信で切り抜きもめちゃめちゃいるんで、大悟さん、じゃあなんかもし切り抜きこう職人用にぜひ、スポンサーの皆さん、スポンサーとしたお金が戻ってくる可能性が 99.9% あるので、はい、ぜひよろしくお願いします確かに。で、その番組やってる時はずっとスポンサーで無料で出続けるってことですね、逆に言うと。はい、もちろんもちろん。しかもそんな面白い番組ないから、ずっと無料で出続けるってことですよね、この後ろにスポンサーの名前が。で、もし負けた時だけ支払われるけどってことですよね。それこそだから僕と社長ともう一人なんかちょっと有名な科学者とかちょっと呼ぶとかなんかありして、はいはいはい、でそれでその3人の目から見てもうその感謝のもと本物だって証明できたら1億円とかやったら盛り上がると思います。それめっちゃ盛り上がるっすね。はい、まあ、誰も取れないけどねめちゃめちゃいいっすね、これで。もうでも、世の中にこんだけ霊能者だなんだってこう、でもやっぱいることはいるじゃないですか。わーって、あの人は当たる、あの人は当たるっていうのめちゃめちゃいたし、この前もおったよね、横浜のライブやったんですよ。あ、横浜のライブした時に、いました、誰かが来て、
備前君が連れてきた女性の方、まあ、あんま名前言うとあのいいのか悪いのか分かんないからあれですけど、そういう人が来たんですよ。でなんか銀太がなんか冗談で俺なんかついてるっすかって言ったら、なんか足がなくなった女性の方がついてるみたいなこと言ったんですよ、うん、ちょうど銀太足めっちゃ怪我してたんですその時、でそれがその人が分かってたのかな分かってなかったかな、まだちょうどその前の日スパーリングして足怪我したばっかりだったから、ちょっと会場ざわついたんですよ、マジかみたいな、ちょうど銀太今足怪我してるわみたいな、うん、っていうざわつきはあったんですよね。たまたま足怪我した瞬間に足がない霊がついたってことなんですかね。だってずっと足がない霊がついてその影響が出てるんだったらずっと足の調子おかしいわけですよね。間違いないですよねそれは。昨日たまたまついたのかそれって、はい、で今足は調子いいわけじゃないですか今、はい、もう治ってるから今いないんですかね。ってなったら今いなくなったっていう説になるんですよね。そんな日替わり定食みたいに霊変わるの確かに確かに。しかもあのあれなんですよ、僕あのダブルで嫌で、科学者だったらまだ理論で攻めるんですけど、はい、僕嘘を見抜くのめちゃくちゃ上手なんです。はいはい。だから大体霊能力者はあここ疲れると嫌なんだって僕分かっちゃうんで、はいはいはい、今嘘つきましたよねっていう代わりに、あ、はい、じゃあここの部分ちょっともう一回これでお願いしていいですかってどん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 本人が攻めると嫌なところどん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 、はい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 、確かに。いやこれ、これ見ててめちゃくちゃおもろいよね。しかもこれちなみになんですけど、僕めちゃくちゃ大悟さん側ですからね、もともともうめちゃくちゃぐーっともうずーっともう歌詞とかでももうずーっとだから YouTube でずーっとこう心霊スポットとか行って幽霊なんてどうせいねえんだからっつって最強の心霊スポットもググって上から出るところ全部ガーやって、そこにいる岩田とか水崎くんと毎日のように心霊スポット行って、あそこはマジここはガチっていうところに全部行って、もうちょっと生配信中言えないようなバチ当たりのことを永久にやり続けたんですよ、うん、でほら当たってないじゃん俺今うまくいってるよと、うん、その俺よりうまくいってない人ばっかじゃん俺今幸せだよみたいなことで生きてたんですよ、うん、ただシーアラさんに会った時これどうやって当ててんだろうみたいなことが僕の場合は、でも今言われたらググったら出るかもしれないですけど、ググってない人もちょっと出てる感はあったんですよねっていうところがあったんで、ちょどうやって当ててんだろうっていう、まあ、ググあれがあってこの前よで、ね、言わなかったですよ。でこれどうやって当ててんだろうみたいな、で大悟さんの時に初めて言ったんですよ、あの酔っ払ってわーみたいな楽しなって、うん、そっから僕なんか信じてる派みたいなこう流れになっちゃってるんですよ、うん、けど今日の配信もやっぱ椎原さん来てもらってるからすごいよねとかマジっすかみたいなことやってるんですけど、どちらかというともうバリバリ大悟さん側ですよ。はい、霊能力者、そうですね、まあ、本当もね、はい、いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はまあ会ったことないですけど、はい、そうですね、まあでも、実際でも霊能力者の人が見てて、はい、大悟のこんな番やってるこんな番組やったら、ビジネスが終わっちゃうと思う人もいると思うんですけど、その心配実はなくて、はい、信じちゃってる人って自分が信じたいものを信じたいんですよ。はいはいはい、例えば、じゃあ、ある A さんという先生がいて、この先生の言う通りにやれば、人生うまくいくって信じてる人は何も考えなくていいですよね。はい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 、悩まなくていいですよ、ね、確かに確かに。人は悩まないために金を払うので、はいはいはい、だからその人が偽物だっていうふうに僕らの番組で証明しても、はい、信者は消えないんで大丈夫です。おお、はい。薄い信者が消えるだけで、はい、あの盲目的な信者は残ってずっと帰ってむしろ金を突っ込んでくるんですよ。だから今まで100万200万ってお布施したのに、はい、それが偽物で無駄になるなんて耐えられないですよ、ね。はいはい、間違いです間違いです。きっと違う、大悟やDJ 社長が横島な心を持ってるから、はい、先生のお力が失われていただけなんだと。なるほど。なっててどうせついてくるんで大丈夫。ノーリスクですよ皆さん、ノーリスクで1億円ゲットできます。確かに、はい、これ募集したいですねぜひ。僕はもうこれでイケイケどんどんでやりたいですけどね逆に言うと。いや僕も全然これやりたいですけど、ね、はい、今まででもね誰も乗ってくれる人がいなかったんで。でも乗ってこないならこんだけそういう信じるすごいすごいっていろんな話大体いるじゃないですか。乗ってこないっていうのは、はい、社長みたいに、はい、それやりましょうよって言ってくれる人がいなかったってことです。ああ、じゃなくて、はい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 。僕一人でそういうイベントとかやっても微妙なんで。え、じゃあ僕開きますよ。じゃあこれも募集かけますよ。これあの切り抜き者はぜひ切り抜いてほしいです。あのもしあのこういう守護霊が見えるとか、スピリチュアル系とかでなんかこう特殊能力系あるじゃないですか本当に、うん。で、俺は本当に持ってると。俺は絶対に本物だって言うんだったらぜひ来て証明してほしいと。で証明できたら。とりあえず1000万からスタートします。これ1000万僕頑張って用意しますよ。はい。いいと思います。どうにかして、あの、幽霊の霊のブレイキングダウン開きましょう。いいですね。はい。あの、もう、大悟さんの案ですけど、はい。開催するんで、これ応募フォーム作ってもし来たら、か、あの、
DJ フミヤのインスタ見せて、今なんかここに連絡って言ったら、ここは切り抜き職人貼っといて、フミヤの DM インスタの、フミヤのインスタに DM 送ってくれたら、あのぜひあの受け付けるんで、大丈夫、フミヤのインスタで、大丈夫です。だそこが一番帰ってきやすいかもです、うん、はい、面白いですね、それこそ1000万にして、例えばなんかルール決めてみるんですよ。例えばじゃあそれを見せてもらって、はい、反証できる可能性がある実験を3つやらせてくださいと。はいはい、はい、突破したら1000万です。ああ、いいですね。確かに。それ別に霊能力者のプロとしてやってる人じゃなくてもいいと思うんですよ。はい、プロじゃないんだけど、はい、霊感が強くて見えちゃうんですって主婦の人とかでも別に、はいはい、OK ですよね。見えるもんなら、はいはいはい、確かに。いや、それめちゃめちゃ面白いですよねうわー、ブレイキングダンスね、これめちゃくちゃバズるっすよこれ募集しましょう。占い師とかでもいいですけどね。確かに占い師でも、占い師だったら検証しづらくないですか。あ、できますだってこう未来のこと言われたら未来が来るまでっていうパターンじゃないですか。あ、でもその読む相手の情報を誤情報にしたりとか、一部はい見抜けんのっていう。ああ、なるほど、まあ、僕なんかやっぱタロットとか見るのが一番なんかマジかって思うんですけど、なんか分かるんですよ。待って、適当に引いて、ああじゃあこれみたいに言われると、うん、え、そんなトランプと何が違うのってなっちゃいますよ。分かるんですっていうのは結構、はい。おアメリカの番組ですんげえ面白いなって、はい、タロット占い師がこう混ぜさせるじゃないですか、こっちに、はい、でこうやって向こうが置くじゃないですか、はい、その時にすっごいプロのめちゃくちゃうまいマジシャンをアサインして、はい、カードをコントロールするんですよ。ああ。で、運命のカードじゃなくて、はい、マジシャンが出させようとしたカードをコントロールして、はい、それが狙った通りに出て、それを霊能力者が、はい、いや、この運命のカードは説明して最後に、はい、あ、それ私がコントロールしたんですけど、なんか運命とか言っちゃいましたなみたいなのとかありました。なるほど、ちょっと明かしちゃいましたけど今。はい、とかも面白いと思います。だからなんかこう本人が本物だったら気づくよねっていうのに、はい、例えばその確かに心霊写真見えますって人には、はい、合成写真ぶつけるとか、はいはい、生きてる人の写真をこれは亡くなった祖父の写真でみたいな感じで出したら気づくの、はいはい、みたいなのとか、はいはい、実際それでなんか炎上して干された人いましたね、霊能力者のあの有名な人、昔テレビ出てた人、タレントかなんかのお父さんが死んでるって手でリーディングしたんだけど、霊視したんだけど、はい、生きてたっていう検索すると出てきますよ。誰だっけ、名前忘れちゃった。あの和服着てる人だった気がします。誰だっけ、有名な人ですか。すごい有名な人だったんです。あれでしたっけ、井原みたいな名前の、だったっけ。いや、すいません。ちょっと間違えた名前を言うと、これちょっと素性になっちゃうんで、あれなんですけど、でも言いました。なんかオーラの泉とかに出てそうな感じの人。いや、わかります。なんか、言いましたよね、そういう人。井原さん。井原さんじゃないですか。いや、わかんないです。わかんないです。あ、違うんですか。じゃ調べてみるとわかんないですけど。はい、まあこれ違ったら申し訳ないですけど、全然、それでなんか引退したみたいな人とかいましたよね。はい、江原さんってめちゃめちゃ違ったらあれですけど、うん、あとだって細木和子さんもなんかちょっと子供に対してなんだっけな、なんかこれ間違ってたら本当に申し訳ないですけど、うん、生まれ変わったらどうのこうのみたいなことを言っちゃって自殺した人が出たかなんか、あれ違ったかな、これ違ったらごめん、ちょっと俺調べてみよう。細木和子、まあ、でもあなた死ぬわよっていう人ですからね。確かに引退理由、いや、あなた死ぬわよのあの人死にましたよね最近。え、本当ですか。うん、確か亡くなってったと思いますけど、亡くなってったと思います多分。いや違ったかもしれない、ごめんなさい、今の話違ったかもしれないです。細木さんって亡くなってますよね多分ね。細木さん亡くなったんですね。僕も子供の時めちゃめちゃ見てたんです。僕も見てました。あの時代っていうのもそういうのめっちゃ流行ってたんですよね。そう、霊能力ブームであったんですよ、めちゃくちゃ。コンプラ的にどうなのってなってなくなっちゃったんですけど、逆のブームやったら面白いと思います。その霊能力検証ブームみたいな。確かにめちゃめちゃ面白いと思います。めちゃくちゃ面白いですよね。細木さん亡くなっちゃったんですね。そうですよね。細木さんね、一回だけ神楽坂で見かけしたことがあって、はいはい、細木さんってもともとなんか企業のトップの人の霊視とかをやってたんですよ、経営者向けの、はいはいはい、でめちゃめちゃ金持ってて、はい、マイバッハっていうベンツの最上級クラスの、はい、今はやつがあるんですよ、はい、それの昔はマイバッハって別のブランドで、はい、なんかねロールスロイスみたいな形してるんですけど、
1台なんか8000万とか7000万ぐらいする。はい、名前は聞いたことあるんです。めちゃめちゃ有名ですよ。はい、それに乗ってて、はい、もう周りなんかもう黒人のこんなでかいボディーガードみたいな4人ぐらい連れてゾロゾロ歩いてて。お疲れ様ですか。そう、すごいな。え、それももうめっちゃ有名、もう絶頂期って。テレビでもやめたんですよ、僕大学生ぐらいの頃なんで。15、6年ぐらいなのかな、15年ぐらいなのかな。なるほどなるほどなるほど。めっちゃ儲かってるな、テレビ終わってもって思ったところ。確かに。いやでもあそこまで知名度つけたらもうそれは儲かりますよ。あの人でもすごいです。あのね、はい、毎年六星占星術の本出してて、あれが毎年一定数必ず出るんですよ。はい、毎年例えばあなたは水星人です、火星人ですみたいなのが決まって、はい、毎年の運命みたいなのが、はい、ちっちゃいポケットブックみたいなのが出て、はい、それだけでね確かに400万部とか売れるんですよ。なるほど。あの人がやってるのってどういうあれなんですか。その統計学なんですか。あの占いで統計の言葉を出す人って基本的には統計のとの字も分かってないので無視していいです。なるほどなるほど。いや僕も統計って占いで統計っていう人が一番嘘でしょって思って。だって時代も違ければ何万人取ったねんっていうなるじゃないですか。でその人たちの人生いいこともあれば悪いこともあるし、お金に困ることもあれば恋愛でうまくいかないこともいろんなことあるじゃないですか、うん、それの毎日日記を取って全てを統計しないといけないじゃないですか。だから、うん、この年に生まれた人はこういう統計です、この8月29日に生まれた人はこういう統計ですって。いや365日あって、はい、で分かるんですよねこれ、うん、無理あるだろう感はあるですよね。はい、そもそも統計ってのは信頼区間とかっていって、はい、あのこの統計がどれぐらい当たるか、はい、どれぐらい外れる誤差があるかまで言えないと統計じゃないんですよ。はいはいはい、当たるかどうか分からない、外れる確率分かりませんは統計じゃないんで。はいはいはい、なるほど。本当に占い師が統計を語るのは本当にやめてほしいんですよ。統計学者に失礼なんで。確かに。本当に失礼なんでやめてほしいんですよね。僕もなんかね、笑っていいともに最初出た時に、僕の前にレギュラーかなんかでちょっと出てた怪しい占い師がいるんですよ。今でも有名な人ですね。あの顔出せない、あの顔出してなかったですか、その時。あ、いや、その占い師がね、はいはい、マスクみたいなのつけて、まあ、あの見る人は分かるんですけど、はい、あのこれ変に言うとなんかあの、はいはいはい、訴訟されるとめんどくせえみたいなやつがいて、はい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 、誰とは言わないんですけどね、もうずっとあの人はあの僕が大学生だったんですけど、はい、笑っていいと思うに出た時に彼のレギュラーコーナーがなくなって僕のレギュラーコーナーが出たんで、はい、もう親子ごめんなのにずっと収録に来てたんですよ。はい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 、たもの、はい、でずっとプロデューサーの横で、あいつはインチキだから今すぐ辞めさせた方がいいってずっと言ってて、めっちゃ性格悪い。性格悪いですね、確かに。そう、なるほどなるほど。ほら、名前を書くな。名前を書くな。めちゃくちゃ名前で取るやないけん。名前を書くな。僕は合ってるとも合ってないとも言わないよ。なるほどなるほどなるほど。そういうことなんですよ。やっぱね、はい、全員じゃないですよ。素晴らしい占い師の方もいますけど、はい、どうですか皆さん。占いして他人の人生にどうこう言って、はい、まあ、結構性格悪いか頭悪い人しかやらないんですよ。はい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 、はい、だから僕正直占い師はまあ9割ぐらいの人は多分問題ある人だと思ってます。なるほどなるほど。素晴らしい人もいると思うんですけどね。はい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 、はい、確かに確かに。いや逆に今来てるのが催眠はどうですかって来てますよ。催眠はね、はい、これはですね、これ科学的にはとても難しくて、はい、まだ科学者は催眠状態という脳の状態があるということを証明できてないです。で催眠術はあるかもしれないってことです、ね、あのいわゆるヒプノセラピストとか言って治療とかで使えるものもあるんですよ。はい、はい、僕のお母さん実はヒプノセラピストらしいですよ。へえー、そうなんですか。すごくないですか。すごい。いや僕は信じてないですけど、ヒプノセラピストと催眠術者は違います。はいはいはい、催眠療法みたいな感じですよね。そうですそうです、はいはい、あれはちょっと違うんで、はい、あの僕のお母さんやってるからって気にせずガンガンディスって大丈夫ですよ。あの元々ヒプノセラピーはミ、はい、ルトン・エリクソンっていう人が、はい、まあ、始めたというか、まあ、結構有名なんですけど、はい、アメリカの昔の軍人さんって、はい、軍に入って戦地に行って、はい、メンタルやられて戻ってくる退役軍人ってやつです。はい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 、で本当 PTSD みたいになっちゃうんですよ。自分の親友が隣で爆弾で粉々になるところとか見るので、はいはいはい、軍人って。それでメンタルやられちゃった人たちのケアをしないといけないんですよ。国は国のために戦ってくれた人たち。はいはいはい、もちろんもちろん。それがめちゃくちゃ金かかると。しかも治療期間もすげえ長いと。どうにかならないかってなった時にミルトン・エリクソンっていう車椅子のほとんどあのポリオで半身不随になってるのおじいちゃんなんですけど、はい、その人がただ相手と会話するだけで、その PTSD とか直しちゃうみたいな神様だったんですよ。はいはい。でそれちゃんと議論があってちゃんとやってたんですよ。はい。でそれが快速で、そこからそのヒプノセラピーっていうのが結構入り始めて、はい、それとショーでやるみたいな、はい、こうあなたは眠くなりますみたいな感じのは別です。あ、はいはいはい、うん、確かに確かに。でもお母さんもここ10何年前からヒプノセラピーに言い出したんだろう。なんか
僕それこそ僕もアンチセラ、あのセラピーとかそのそっち系だから、あ、催眠術、ずっとお母さん論破しすぎて、けどなんかちょっとこれなんかちょっと難しい話なんですけど、はい、お母さんがそれにハマって元気になったんですよ。お、昔よりすごいこうなんかこうウキウキするようになって、あ、いいことですか。で僕がなんかこうやっぱずっと論破しちゃうんですよ、もうそのお母さんのことをずっとなんかそんなあだろこだろやってて、いやでもこれもうでもお母さんは明らかに元気になってなんかこう昔より楽しそうになったから、うん、いっかみたいな、いやいいと思います、はい、なんかもう幸せだったらいっかみたいな、 俺に迷惑かけないならいっかみたいな、ヒプノセラピーもする側になったってことですよね、はい、そうです、今もそうです、なんか試験かなんか取ってみたいな、いまだにあの僕にはあんま言ってこないです、僕が論破しちゃうから、うん、はい、ボコボコ言っちゃうからいつも、はい、さっきもちょっと怪しいこと言ってるね、さっきなんか竹野内社長がいて竹野内社長がお母さんに電話するみたいなくだりあって、社長も電話しろってなったからかけたんですよ。そしたらね、ヒプノセラピストの話なんか催眠療法がどうのとか言い出したから慌てて切ったっす。危ない危ないと思って、はい、そうですね、まあでもただ、まあ、僕もさっき占いのこと、これ僕プロとしてね言わなくちゃいけなかったんで、さっき精神に関しても言っちゃったんですけど、はい、別にこれで幸せになる人がいたら別にいいと思いますよ。はい、そう、僕も、まあ、まあ最近はそういう考え方です。逆に言うと、さっき言ったようにお金払ってたこう自分で考えなくていいとかだったり、いいことなんかがやっぱ結局大事なのって幸せじゃないですか、どちらかというと、うん、その何ですかね、同じ出来事が起きてもなんか耐えれる人と耐えれない人がいるとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、っていうので、まあ幸せになってるんだったらいいのかなみたいなところはちょっと、はい、そう思います、はい、僕もだから積極的に誰かを叩くとかしないんですけど、はい、今回ちょっと、まあ、今回はこれはメンタリストの一応、はい、逆にこれはこれでそういうエンタメとして僕はめっちゃおもろいんで、こうちょっとはい、なんか今後も面白いよね、視聴者も気になるし、俺も逆に気になるんで、これはさっきなんか、はい、催眠は心理学にありますみたいなこと言った人がいたんですけど、まあ、心理学にあるんですけど、催眠にかかってる人の脳の状態と普通の状態の脳の状態を例えば MRI とかでスキャンしても差が出ないっていう、はい、そうなんですか。そうだから人間は催眠状態が何かってことは言えないと。ただ心理学でヒプノセラピーとか催眠の研究はあります。これ一応ちょっと後で言われるといけないんで、はいはい、催眠の研究してる人もいるし、催眠はあるという体でやってるんだけど、じゃあ催眠状態って何のってことを説明できる人はまだ誰もいないです。なんなら催眠をかけてる人が相手が催眠かかったふりしてるのか本当にかかってるのかは区別できないんですよ。なるほど、まあ確かに確かに確かに。でそれって例えば催眠療法とか催眠の方じゃないですか。じゃあ逆に言うと催眠術の方、うん、催眠術師っているじゃないですか、はい、あれはこの前脇もかかったったよね。あれは全然あれ思い込みの力ですよ。あれはあれもしやりたいんだったら教えますよ。いや僕もこれ実はなんですけど一回さ、いやこれ本当に僕いや言ってちょっとなんか本当に貴重な話かもしれないですけど、はい、一回催眠術呼んだことあったんですよ、うん、企画で、うん、でその僕とギンタかなはまるでかかんなかったんですよ正直、うん、でもう脇と丸とかホイとかをかかってて、まあでもホイはなんかちょっと、うん、よく分かってない、なんかそのちょっと空気感でみたいなことは本人は言ってるんであれなんですけど、でも何をやってるか理解したんですよ。あ、こうなんかちょっとずつこうなんですかね、あのこうずっとこうやってたら手疲れて重くなってくるじゃないですか。だからこうそういうのに対してこうずっと重くなってくるみたいな、で、あ、こう思い込みでやり方をかけてもらったから逆によくかかんなかったですけど、うん、やり方だけやったんで全く同じこと家帰ってセフレにやったんですよ、うん、セフレかかったんですよそのまんま、うん、でここ揺れて、あ、これなるんやと思って、でできるなっていう、こうだからやりあれできますよね。できますね、はい、正確に言うとあれは術者の腕じゃなくてかかりやすい人を見つける腕なんで、小催眠って面白くて、はい、ステージに催眠者があって、はい、観客が何百人いてるじゃないですか。で最初にかかりやすい人の特徴みたいな、はい、動作があるんですよ。手を挙げてくださいみたいな、はい、だんだん下がってきますみたいなことやった時にパッと見た時にものすごいスピードで下がってる人がいたら、あ、かかりやすいって分かりますよね、はいはい、だからそいつをステージに上げてやるだけです。へえ、まあ、喧嘩で言ったら500人人集めて一番弱そうなやつ指さしてブレーキングダウンするようなもんですよ。なるほどなるほどっていう、はい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 、そういう感じです。だからもう DAIGO さんとか絶対催眠術師極めようと思ったら簡単にバンできそうですよね。あのですね、はい、得意そうじゃないですか、はい、僕実際 DAIGO さんの時練習したんですけど、はい、催眠のダメなところはですね、はい、本人がかかってると分かるんですよ。どうですか。つまり本人が今自分催眠かけられてる、操られてると分かりますよね、はい、面白くないですよ、はい、
本人が気づかない状態で相手を操るから面白いわけです。なるほどなるほどなるほど。メンタリストとしてやってたのはそっちです。ああ、いや、それが一番すごいよね、でも。関節催眠とか関節暗示って、例えば僕よくテレビで、もうちょっともう今はもう練習しないといけないんですけど、はい、物を置いて特定のものを選ばせるみたいな、はい。選ばせるまでの間にずっとそれを選ぶような関節暗示を入れるんですよ。はい、そうすると普通だったら、例えば3個目の前に物があって選ぶんだったら、はい、まあ 33% ずつですよね、選ぶ確率は約。はいはい、ところがそれを真ん中のものを選ぶ確率をいかに8割まで上げるかっていうのが僕がやってたことなんですよ。会話で。はい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 。なるほどなるほどなるほど。いやでもこれ実はめっちゃ向こううるさい。ちょっと静かにしてって言ってる。ちょっと静かにしてってる。ちょっとボリューム下げます。盛り上がってます。めちゃくちゃ盛り上がってます。いやこれでもあの僕ババ抜きでボロボロにされたじゃないですか。あれだって顔に出てた。はい。いやねあれで僕分かったんですよ。で、はい、なるほどだって思ってその後。僕、ひろゆきさんとディベートしたんですよ。で、その時もやっぱボロボロ負けたんですよ。うん、で、その後、大悟さんの切り抜けが回ってきて、やっぱ、変に勝とうと思ってる人とかは、必ず負けちゃうと、うん。で、平常心で戦うのは大事っていうのを見て、ああ、そういえばひろゆきさんの時だったり、大悟さんの時、俺、勝とうと思ってて、で、彼らのやってることって圧力をかけてたんだみたいな、ことを思って、うん、次、ディベート対決自分で番組組んだんですよ、うん。で、めちゃくちゃ圧力かけてみたんですよ。わざとプレッシャーで。え、僕に勝ってるんですかみたいな、こんな感じで。え、普通に、他の相手なんだよみたいな。で、ボロ勝ちして、お、絶対勝てるわ、みたいな。だから多分もう、ディベートあれで、そういうことか、みたいな、うん。で、ディベートと対決組むときに、わざと、こういう、ごついカメラ用意したんですよ。はい、要は、僕は慣れてるじゃないですか、いつものスタッフで。はい、で、ひろゆきさんも、いつもの、フランスのあの家からいつもでこうやってこうやって喋って画面上に向かってテレビ電話してるみたいな気持ちいいじゃないですか。はい、ただ、あの、アベマで番組組まれる時の人って、要はトロサーモンの人とか、こういろんな人が呼ばれるんですよ。アベマに来たら、あなたの手は何時からひろゆきさんが何時に来て、こういうディベート対決で言ってきて、カメラバンバン回ってくるわけじゃないですか。はい、勝たないとって思うじゃないですか。うん、で、そこにも、明らかにメンタルに違うじゃないですか。うん、あ、そういうことなのかなと思って、だからわざとカメラとかガッチガチにして、うわーみたいなやって圧力かけながらわーって言ったら、いや、めっちゃ勝てると思って、うん。はい。だって、すごかったよね。いや、マジで、あの時の社長すごかった。めちゃくちゃ無双してて、もう、見てみよう。しかも、どっちがただ、なんか、あの、山田君構想しないですけど、要は、ボロ勝ちしすぎて、これ、え？みたいな、結構ね、強い。強いって思われてる人たちを組んだんですよ。うん、別に、だから、保育を倒すやつ。そうそうそう。でも、その前に社長をみんな選ぶじゃないですか。社長に勝ったらいけるっていう。なるほど。じゃあ、ボス、ラストというか、ラストボスが保育。保育なんですよ。はい。なるほど。で、保育を阻止するために僕が出るんですけど、で、なんだろう、もう、で、この人が強いラスボスだって、向こう側の大将みたいなの来た時に、ボンって勝ちすぎちゃって、あっけらく終わっちゃって。保育の出番はなかったんですか？じゃあ、お題交代しましょうって言って立場逆転したんですよ。はい、その後に、また逆ゼロでドンみたいな、よ、来たみたいな、掴んだ勝つと思って、これやってなったっす。っていう、はい。だから、あの。ああ、間違いないですね。はい。心理戦とか交渉で勝つためのポイントって、もう本当ざっくり基本だけ言うと2つあって、はい、圧力と執着なんですよ。はい、はいはいはい。相手に圧力をかけて、相手に執着を知るんですね。はいはい。これに勝ちたいとか、はいはい、こういう負け方はしたくない、これだけは言いたくないとか、はいはいはい。それを見つけると勝てます。なるほど。執着、相手の執着するものを見つけて、そこに圧力をかけていくのがすごく大事なんで、勝負で負けたくないって思ってる人には、はい、負けたらどうなるかとか、はい、今までこんなに勝負を勝ってきたのに、今回は負けちゃいますね、みたいなことを言うと、めちゃくちゃ押されるんです。確かに。失いたくないっていう気持ちは人を狂わせるんで。はい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 、はい。失恋とかもそうですよね。はい、恋愛とかで、ね、どうでもいい子を口説くときは簡単にできるのに、自分の女だと思ってた子が、他の男に取られるってなったら、人間ってわけわかんないことするでしょ。はいはいはい。なんであの時あんな行動したのみたいな。はいはいはい。そう。すごいライン送ったりしてますもんね。そうそうそう。あとで朝起きたらすっごいこんなライン送ってるみたいな。ありますよね。確かに。に圧力かけると人は狂うので、狂ったところをあの狙うっていうのが。なるほど。すごいな。確かに確かに。だからあの時は、はい、あの、まあ、フォイさんに、あの、負けた、僕は、あの、負けたというか、その、フォイさんが見事、あのね、バランドに勝ちましたけど、はい、すごくラッキーだったんですよ。はいはい、なんでかっていうと、フォイさんが勝ったんだったら、はい、自分取り出し勝たないとって多分思うんですよ。いや、めっちゃ思うんです。はい、そこに執着が生まれるんですよ。はいはい、はい。終わりです。フォイさんに負けたことによって、あ、これはもう最後勝てるから、はい、5人いて1人ぐらい負けるのは別に僕もいいんですよ。はいはいはい、最後、あ、これはもう最後、
この執着に対して勝てなくちゃって執着に対して圧力をかけたら顔が見やすくなるから、はい、そしたら4枚一気に引けるなって思ってますあれは。なるほどな。いやあの時プレッシャーと圧力やっぱすごかったもんな。今やったらでも多分それしてたらもうちょっといい勝負できるかもしれないですね。はい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 。いやーすごいですね。でもそういうのを見て、はい、すぐ吸収してやっちゃうのがすごいですね。ああいやありがとうございます。早いですね。はい。いやなんでやっぱなんていうんですかね、さっきも形成クインテッドで僕がもうめちゃめちゃおもろいやつ読んだんですけど、うん、やっぱこのカメラとスタジオでやっぱ実力発揮できてないんですよやっぱみんな、っていうのはやっぱこう思うよね。本当はもっとおもろいのにみたいな。だからすげえその顔してましたね、うん、うわーみたいな。でもやっぱそうだよなみたいなっていう、やっぱ実力出なくなるんですよねやっぱそういう環境下ではやっぱ。やっぱ変に例の6社でもそうですけど、プレッシャー与えるんだったら、はい、もう一眼レフじゃなくて、本当テレビが使うのがバカでかいカメラとか、意味なく何台も置いて、照明つけて、後ろにいっぱいこうあのエキストラでいいんですけど、なんか広告代理店っぽいスーツとか着てたと思ったから、もう一瞬だと思います。確かに確かに確かに。それマジで大事ですよね。確かに確かに。トランプない？トランプないのかなと思ったんですけど。おアルパやりますよもう一回。あ、やります？全然いいですよ。え、確かに。リベンジマッチしようかな。リベンジマッチしますか。はい。気になる。え、ちょ、じゃあ、銀太も連れてきていいですか。リベンジマッチ、僕と銀太2人とかでいいですか。もちろん。おもろいし。じゃあ、その間、僕はつなぎますね。おいやだけど、僕、加代子さんが言ってたじゃないですか、調べたら出てくるんですよって言って、はい、僕も一度、社長に言われてやった時に、はい、僕もそれ言ったんですよ、社長に。はい、これを多分、調べたら全部出てくるんですよって。はい、社長が覚えてるか分かんないですけど。はい、いや、言うと、神社の名前だけど。そう、それとかだったり、全部、だから僕もそれも、あ、だけど、確かにすごいなってめっちゃ思ったんですけど、だけど、調べたらめっちゃ出てくるんで、僕、実家の場所とかも、はい、あの何番地以外は全部言ってるんで一番連続者が喜ぶやつですはい、確かにもう僕たちはもう 全情報公開してますからね。よう調べたなと思って。逆にそうこれなんかうちの親父を調べると、まあ、あと弟調べるとここ出てくるんですよ。コンビニで買ってくるんで待ってもらう。あ、はい、おこれさっき当てられた。確かにリベンジマッチしたい。この名前じゃないですか。でこれ住所が分かって、なるほどなるほど、住所を調べると近くの神社がマップこれなんですけど、見てください、もうほらもうそのまんまっすよほら本当だ、3つ揃ってる。で、水神社でしょ、4つ全部当たってるんですよ。こんな当たるかいってなるほどなるほどなるほど、なるほど。そうこれはね、さすがにね。で、ちなみにこれ僕ここゆかりないんですよ。僕ここで生まれてないんで。僕も調べたっす。あ、僕も調べ、あの、なんでだろう。調べたら出る情報やったってことやろ。そう、出る情報。ちょっとなんかだいぶ怪しくなってきましたね。おぉ、まあこれはでもそれはそれで面白いですけどね、やっぱ。いいっすね。ババ抜きしますか。ババ抜きしましょう。おぉ、全然全然。いや、次は勝ちたいな。いや、勝ちたい。しかもなんかババ抜きであそこまで面白いババ抜きは初めてした。いやー、面白かった。めちゃくちゃ面白かったっす。さっき執着したら負けるって言ってるのに、次は勝ちたいってもうな。もう踏み出してますよ、ちょっと。確かに確かにそうだわ。言い出してる。でもいいことですけどね、アーティストとしては読みやすい方が。ああ、そうなんですか。心理戦で弱くて読みやすい人の方が人に好かれたりとか人がついてくるんで。確かに確かに。何考えてるか分からない人についてくる。確かに確かに。だからいいことなんですよ。いいことなんだ。やった。じゃあ今日も負けちゃう。心理戦じゃないから。確かに。間違いないよ。うん。いやでもなんかこう。メンタルとか強い自信があったりとか、なんかそういうなんかこう口は強い自信があるからこそババ抜き得意と思っちゃうじゃないですか、はい、けどやっぱあんだけボロ負けしちゃうとそれとこれはまた別なのかなとかって、やっぱ別なんですね。やっぱアーティストは表現するのが仕事じゃないですか。はい、視線は隠すのが仕事なんで。なるほどなるほど。よくタレントさんとかアーティストが、はい、俺ちょっとポーカー極めたいと思うとか相談されることあるんですけど、はい、やめといた方がいいよって。あ、多分向いてない。なるほどなるほどなるほど。なるほど。いやでも、いやでも勝負したいな。それでも、はい。あるんですか。いや今買ってきてもらった。うん。うわ、それ楽しみだわ。ね。次こそは。次こそは。いやだけど俺覚えとっちゃんで、一回大吾さんが俺とやった時に目をちょっとピコンって三を言った時にちょっと目がピコンってずれたんですよ。うん、それをちゃんと見てて、ああ。いやでもちょっとコメント欄で強くなった社長を楽しみってなってるけど、いやババ抜きの練習写真、ババ抜き
キロリン。ディベートはもう分かったコツが。いや、あのね、はい、社長はね、はい、生配信のバブ抜きは僕の予想は弱いと思います。理由が、はい、こんだけだって今だってもう3時52分じゃないですか。はい。1.5 万人が、期待して見てくれてるわけじゃないですか。はい、あー、やっぱりプレッシャー当てようとして。ねえ、プレッシャーを与え始めようとしてるんだから。ねえ、でもみんな社長が勝つとこ見たいよね。いや、でもやっぱ俺大丈夫。すでに始まっとったらね、戦い。こう、僕は分かってるんですよ、これ。4時まで待ったんだから、見たいよね。いや、でもそ大工さんそれ見て、僕、なんかこう、なんていうんですかね、全体的にこう、でっかい銀歯の時とかに、まずこう、撮影始まる前に、おいっすってちょっとこう、大きい声で挨拶するだけで、一気にこう、喋りやすくなったりするじゃないですか。いきなり現場にバーンって行くと、アウェイじゃないですか、うん。とかっていう、こう、なんか、わざとこう会場に入った時に、もう、大きい声で、あーとか言ってるぐらいが、こう、本番に持っていなんか喋りやすくなるっていうか、うん、そういう空気の作り方も、あ、そういうことなんだなとかって思いながら、はい。ちょっと空気の変え方。もう心理学的に超正しいですよ。おー、会議とかで最初に発言した人が、はい、一番その主導権を握りやすくなるっていう研究があって、はい、だから下っ端でも上でもいいんですけど、はい、下っ端だったら挨拶ぐらいしかできないじゃないですか。はい、でもそれが一番大事なんですよ。最初に、はい、会議の最初に発言した人が、はい、主導権を握りやすくなるので。はいはいはい。お、よかったっす。なんかあの理にかなってますね。なるほど。そんな、なんですか、それ野生の本能でわかるんですか、なんか、なんか。あ、いや、なんか だんだんわかるようになってきて、今。なんか、はい。来たかと思って、逆に、はい。逆にこう、あ、今日よろしくお願いします、みたいな感じで入っちゃう方が、なんか、自分のパフォーマンス 150% 出せないなと思って。あー、そうですね。もう、いきなり言って、あ、疲れっすみたいな感じから、バーンって入っていっちゃった方が、パフォーマンス 150% 出せるなっていうのに、ちょっと気づいて、はい。それ大事だなと思って、最初に。はい、思いました。間違いないですね。ありがとうございます。もうちょっとで380万人だね。おお、300、あと20万人。しかもこれ天城府ぶっ飛ぶっぱらすって言ってたんですけど、先着60万人に今一人にも配れてないですよ。え、なんで？え、あのシステムがエラーしすぎて、あの、あー来すぎちゃった、アクセスがバーン爆発しちゃって。やってましたよね、全員に当たるみたいな。そうです、そうです、そうです。すごいことやるなと思って。あれで今1000万やばい。はい、詐欺扱い食らってるんで、はい、はい、このまま詐欺扱いっす。はい、下めちゃくちゃあれっすよ、コスパいいっすよ。確かに。だってまだ配ってないのに、もう今日チャンネル登録どんくらい増えた？あれ増えたっしょ。今日さ、7万人ぐらい増えたよね、今日。いや、最初だってつけた瞬間とかえぐかったよね。ブワーブワー増えとったよね、登録者。マジビビった。いや、マジでこれもうこのまま400万まで突っ走るっすよ、さすがに。しかもこのやっぱタイトルが面白いですもん。絶対見開こうってなるですもん。レペゼン YouTube 引退ライブ10日間240時間ぶっ通し必ず当たる。甘木風とりあえず押してみようってなるもん。確かに。パワーワード全部ぶっ込んでる。全部パワーワードぶっ込んでるから。はい。全部引退するんですか。引退します、引退します。え、いやだけど僕は信じてないっす。僕は何も信じてないっす。視聴者からも信じられてないっす。アーティストでもいますもんね、はい、あの一旦引退してその後あの再結成みたいなのがね。はいはいはい、ね、確かに。でもこれ YouTube 引退って言ってわーって言われてるんですけど、もともと僕の中では2年前引退してたんですよ。要は YouTube を日本人向けにバーってやってて、もうドームが終わって海外行くって言って、はい、もう海外ね、でだから2年前に決断してるんですよ、この決断って、うんうん、で、やめて海外で一からインドネシアとかで、うん、YouTube インドネシア向けとかに頑張ってたんですよ、うん、で、やっぱそれも、ね、もう再生数もわーごーってまくって、うん、このままじゃあかんって言って一回日本戻してガーッと出直してガーッ上がってきたんですけど、やっぱりこれやってても海外で夢なんないかなみたいな。ファンはやった、待ってました、嬉しいって言ってくれるんですけど、うん、やっぱでも海外で売れたいんだよなみたいな。 でやっぱ YouTuber ってずっと見られちゃうから、うん、はい、まあ、他にもいろんなこと重なってます、実は、うん、これ全部言っちゃうのもなんかどうなんだろうと思うから、ちょっと言わないこともあるんですけど正直、うんうんうん、はい、いろんなこれもそれも一だし、まあ、あと4つぐらいの理由があって YouTube 引退決めましょう、はい、で別にその感動的にもう今までありがとうございましたって感じじゃなくて、うん、もうこれ2020年以降は YouTuber みたいな動画を上げないよってだけなんですよ。あ、だから DAIGO さんがまた生配信しようって言ったら、行きますって言って行ってわーって喋ったりとか、だから YouTube 出ないってわけでもないし、あ、ヒカルさんに呼ばれたらわーとかってヒカル君と動画撮ったりとかしようと思ってるんですよ。だから僕たちがもうこの YouTube でこううわーってこう再生数を追うようなこととかは一回やめたいと、うん、あ、もうザ・ YouTuber っぽい、はい、なんか企画っぽいそういうのとかではなくて、そうです、それをやめたいっていうことをあの言いたいんで、うん、結構みんなそのいろんな憶測でうわーみたいなこうネット記事がガーンなってるんですけど、うん、
あ、なんかそ、なんかすごい言い回ししちゃった、大げさに言っちゃったからみたいなところはちょっと感じてます。はい。けど動画はあんまり上がらなくなる。だってもうメインチャンネルでも基本的にもう音楽しか上げないですね。はい。音楽でもものすごいスピードで上げてますよね。音楽の曲作る速度はめっちゃ速いですもん。びっくりしました。はい。もう質より量で。はい、質より量ですよ。だってもうホームラン何本打つかのし、あれじゃないですか。だって僕も米津すごいなって思うんですけど、米津の曲なんて3、4曲しか知らないし、ガイタレの、うわ、すっげえガイタレ来たって、このアリアナグランデス来たって思っても、4曲ぐらいしか知らないですよ。だから世界中にバーンっていく曲が1曲か2曲当たれば、もう世界中が知ってくれるわけじゃないですか。そのブルーノ・マーズなんて言ってもみんな2、3曲しか知らんわけやんっていう、はい。だから2、3曲でいいんですよ。で世界中のやっぱトップ DJ ダダダダダって上から100人並べたって、上からみんな当たってる曲の数で言うと、みんなが誰もが知ってるようなこの曲っていうの2、3曲ずつなんですよ、みんな。確かにチェーンスモーカーだったらこれだよねとか、マーティン・ギャリックスだったらこれだよねとか、そうないですもん、ね、でも彼らのギャラって1回 DJ 回して5000万とか4000万とか平気で取れるんですよ、それが毎週末あちこちで世界中で呼ばれてるんですよ。でもとんでもないじゃないですか。もうプライベートジェット買わないといけないですよ。そうですよ。しかも何ですかね、普通5000万稼ぐのってめっちゃ経費かかるじゃないですか、大変じゃないですか。でも DJ1 時間パッて回して5000万で、これ経費ほぼゼロじゃないですか。確かに。だって交通費とか出るんで、だから体一つでボタンピンですげえ世界だなと思ってまあまあ失礼な話だないや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 、確かにその通り。はい、でももう僕はもうそういうだからもう絶対に当てたいと思って、でその当たってない曲の数は別に僕何も思わない、逆に言うと、いやアーティスト自体最低の発言してますけど今。あ、でもその通りです、はい、やっぱ昔からの名言でもね、あの、はい、量の先にしか質はないっていう言葉があるぐらい。しかもやっぱ量をこなしてたら自然とやっぱ上手くなっていくんですよ、スキルが間違いなく身についてって、成長の分を考えないですよね。そうですね。あとやっぱ海外のアーティストさんとかは特にもうバリどん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 曲出すんです。そうです。作る量半端ないですやっぱ。日本人は逆にめっちゃ少ないなとかめっちゃ勝手な思っちゃったりもするんですよね。完璧主義がね、多分日本とかアジア圏の人って多いから、多分米津さんとかすごいアーティストも多分いっぱい作ってるんですけど、僕ら入りは確かに確かに確かに、これちょっとまだ決まってないから出せないなってなって、少ないのしか出せないけど、でも評価って自分がするもんじゃなくてファンとか聞く人がするもんじゃなくて、はいはい、出してみないとわからないのが本来で、はい、多分昔は CD 作ったりとかなんかイベントあったりですげえコストかかったけど、今 YouTube にピッチアップしたら回るし、はい、それ自体が収益になっちゃうから、なんなら作ってる途中から出していくのも全然ありだと思う、はい、ああ面白いですね、先に注目させておいてみたいな感じですね。確かに。だっけカニエ・ウェストだっけ、なんか、はい、そういうのやってましたよ昔。サブスクにしてアルバム1個出したら例えば10ドルとか20ドルとかで売り切りで終わっちゃうじゃないですか、はい、じゃなくて毎月10ドルもらえますと、はい、その代わり半年間とか1年かけてアルバムが完成しますと、はい、だから今のこのアルバムを聴けるのはこの1ヶ月だけですと、来月になったらみんなの声を聞いて歌詞が変わったりとかメロディーが変わったりミックスされて変わっていくから、めちゃくちゃいいアイデアを全部取り入れるってことですよね。そうですそうですそうです。だからヒットソングになるんですよね。みんなで作ってこうってアルバムを作って、それ一番最初の曲は最初に入った人しかもう聴けないんですよ、はい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 、だからそれをどんどん出していくと、その1個のアルバムの制作過程を全部マネタイズできるってなった人がいて、日本でやってる人はいないですね。賢い。第一号になったらいいですか。なります。いい案もらいました今。いい案だと思う、はい、絶対やった方がいいと思う、うん、じゃあチバニャンとかももうカメラここで生配信つけながら曲を一から使ってどの音がいいと思うとかって言いながら、うん、そのお金払った人しか見れなかったりとか、なんかこのバージョンで書き出してこの人しかダウンロードできないとかってやっていったらおもろいと思う。しかし YouTube で配信とか例えばプレミアムだ、はい、でこのバージョンが欲しいっていうんだったらそのバージョンだけ渡してとか、それこそ作ってる過程は見せるけど完成した曲が聴けるのはその月額払ってる人だけとか、はい、はい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 、あの月額に誘導できるんで、はい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 、月額のサブスク取るとでも強いですよ。僕もあの YouTube サブチャンネルで、はい、メインがのディーラボっていうディーラボですよ、はい、ですけど、あれがやっぱり会員数が何十万人いるんで、はい、その毎月その一定額入ってきて、しかも大会率とかも計算できるんで、はいはい、3年ぐらい先までの収益大体分かるんですよ、はいはい、そうするといくら使っていいかとかいくら投資に回せることが分かるんで、はい、めっちゃこう今もうバン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 投資しまくる感じで、確かに僕たちが一番苦手なやつですねそういう、そう、あ、はい、逆に言ったらでも将来これぐらい収益が出るから、はい、今年このイベント売っちゃってもいいじゃんとか、はい、あとクライアントを説得するときに、いや僕ら今サブスクでこれだけ売れてて、はい、こう増えててこんぐらいのお金になるんで、はい、10億貸してくださいって言ったら多分速攻貸してくれます。収益予測が立てられない。確かに確かに確かに。僕漠然と3兆円ぐらい稼げる自信があるすげえな3兆円って
とかで、でも最近3兆円と言わず20兆ぐらいいける気がするなと思い始めて。ちなみに日本で資産1兆円超えてる人って確か今4人とか5人とか、ね、はい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 、うん、いや最初3兆円って言い出した理由がその資産ランキング1位の孫正義とか、うん、あの今あれ誰が1位だったっけな、柳井さん、ユニクロのユニクロ柳井さんとか 2.5 兆とかだったんですよ。ああ、だから3兆円稼ぎたいなってこう漠然と思ってて、でもなんか3でなんだろう、その日本一が3兆円でなれるんだったら世界一はきっと何ていうんですかね、100兆円だろうって思ってたんですよ。あ、分かります。はい、その世界一のビル・ゲイツとかって100兆円ぐらい持ってんだろうなって漠然と思ってたんですよ。そんなに持ってないかもしれないけど、で調べたら15兆だったんですよ。はい、え15兆なんだと思って、はい、なんかえじゃあ3兆円稼ぐも15兆稼ぐもなんかもうあんまりいや分かんないですけど、100兆ってでも日本の国家予算より多いよ、はい、やばい。いやいや、だから世界一の金持ちは僕勝手に100兆円だと調べもせずに思ってたんですよ。なるほど。けど世界一の金持ちってアマゾンの20兆ぐらいだったんですよ。うん、だったら3兆まで稼げたんだったらもう20兆までいけちゃうんじゃないのかって。で3兆行くまでのが大変で3兆20兆するのが簡単じゃないですか。いやいや、どちらかというと、まあ、あれですよね、はい、めちゃくちゃなこと言ってるけど、はい、社長って時々理にかなったこと言ってる。その通り。そうだからなんか、だから僕でもこの自信だけはめちゃくちゃあるんですよ、うん、だからその通りですね。だから本当に心底から借金が1円も怖くないですよ。必ず返せるっていう自信だけがあるんですよ、うん、心底から。しかも過去に返済してますしね。そう、何回も返済してるし、なんか今ないだけってしか思えないから。確かにその過去に自分返済してますって強いワードですね、それって、はい、だって予診審査とかクレジットカードとか借金とかの銀行とかの予診審査ってそれですからね、はい、過去ちゃんと返してるかどうかを見て、ああ、ね、はい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 てくんで、はいはいはい、新しいと思いますよそれは。確かに確かに。まあでも過去もまあ何回もジャンプを2ジャンプを繰り返してるっていうのがあって、はい、なるほど、はい、ただ飛ばないっていう実績だけあるんで。そうですよ、ね、それは素晴らしいです、はい、あと絶対に返せるっていう謎の自信みたいな、うん、はい。今は多分でも1位どこだっけ、イーロン・マスクをあるのが抜いたんですよね、 LVMH のね。じゃあ20兆ぐらいなんですかね。それ20兆ぐらいだったんですよ、僕 1,2 年前ぐらい調べた時。いくらぐらいか、でも円で調べると今高く見えるかもしれないですね。しし3兆円は何年後ですか予定では。いや、一回世界一になりたいけん、世界一になった後に世界一の知名度を使えば、で、しかも僕の携帯で世界一になった時ってめちゃめちゃ強いじゃないですか。だって SNS 大国で、要はがんじがらめの事務所じゃないじゃないですか。その、例えば、K-POP とかってめちゃめちゃがんじがらめだと思うんですよ。だからそういう本人が、こうやってお金稼ぎたいって言っても、いや、事務所的に NG、スポンサー的に NG ってなってくるじゃないですか。だから僕って、自分で会社やっちゃってて、自分でやってるから、全権に自分にあるから、で、拡散力も言いたいことだったらバーンって言っちゃえるじゃないですか。ってなったら、この携帯を貫いて世界一の知名度と拡散力を得ることができたら、うん、3兆円や20兆円は稼げるだろうって思うんですよね、うんうんうん、え、だってその発言力あったら仮想通貨とかのあれバンバン動かせるじゃないですか、うん、これ当たるねとか言ってバンバンあるじゃないですか、うんうんうん、これ外れるんでドン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 になるじゃないですか。あのちょっとなんか法律に触れそうだけど、でもできますね。まあまあでもその仮想通貨だったらセーフですよね多分。あれどうなんでしょう。そう、いや、政府だ、政府。政府ですよね。あれ、今まだ法律が整ってないんで。はい。そうなんですか。でもね、もう今ね、社長が言ってること完全に正しくて、はい、今まではお金を稼ぐために何がいるっていうと、はい、資産が必要だったんですよ。例えば、はい、ビル持ってますとか、会社持ってますとか、はい、工場がありますとか、畑がありますとか。はい、でもそこに、拡散力っていうのは最近出てきた概念で、はい、でこれは、会社は取りづらいんですよ、この拡散力って。はいはいはい、取りづらいです。ブランディングだったんですけど、今までは。でもそれを個人が拡散、個人しか拡散力を持てない時代になってきてるから、はい、まだ拡散力で莫大な金を生んだ人がいないんですよ。でもそれは同じような資産で、はい、しかも課税されないんですよ。拡散力がいくら増やしても。はい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 、はい。だから例えば今皆さんが10億円稼いだら、個人で稼いだら5億円ぐらい税金で持って帰るじゃないですか。はい、だったら、10億稼いだのを10億使っちゃうとか、はい、社長みたいにさらにお金を借りて全部こう配るとか使うとかして、はい、それをいわゆるこう拡散力に変換しておくと、後からそれでいくらでも稼げる力があるのに、使っちゃった分は経費になるから、税金取られないんですよ。はい、確かに。だから実は最強の節税戦略であり、お金を稼ぐその資産をその税金取らないで作る唯一の方法なんですよ。不動産買ったったら資産なんで税金取られるじゃん、はいはい、取られるですね、はいはいはい、拡散力に変換するのは税金取られないので。確かに。インフルエンサー税が導入された限りは。あれ俺すごくないですか。じゃあ結構理にかなってるんですよ、はい、はいはいはい。しかもやっぱスポンサーがいないとかっていうの大事だと思うんですよ。
要はもう自由じゃないですか、がその9億借りてるのにスポンサーいないと思うんですね。そうそうそう、しかも最近増えて10億円になったんですよ。増えたんだ。はい、1億円増えてすごいな、はい、けどもう本当にもうちょっと借りたいんですよ実は。なるほど。全然 2,30 億くらいだったら借りたいなと思ってて、しかも絶対返せる自信あるから、うん、はい、あのもう貸しとけみたいな、はい、すげえな。でどうせもうそんなもういっぱいお金持ってる人って使わずに終わるパターンもあるじゃないですか、うん、はい、ね、だったらもう貸しといてみたいな、その要はってな思うんですよ本当に、うん、貸してくれみたいな、はい、確かにそのうち個人とかだったら俺 DJ 社長に1億貸してるよって言いたい金持ちとか出そう。はい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 、はい、高い時計とか車もそうじゃないですか、はい、国内です高い車持ったってどうせスピード出せないし、はいはいはい、高い時計してたって、はい、まあ、アプローチの方が全然見やすいじゃないですか時間とか、うん、はいはいはい、でもつけてるのは、はい、俺こんな時計買えるんだよ、俺こんな車買えるんだよ、どうって見せたいからですよね。はいはいはい、もちろんもちろん。要するにあればパーソナルの拡散力を得たいから買ってるじゃないですか、はいはい、でも多分フェラーリとかもう例えばじゃあ1億円の車ブガッティとか買うよりも、はい、俺 DJ 社長に1億貸してんだよねの方が、はい、多分すげーってなると思うんですよ、はいはいはい、ブガッティは売れるけど、はいはいはい、え1億貸してんの社長にやばいねってなるんで、はいはいはい、だからその自分がすごいお金を持ってるってことを誇示する方法として、はい、DJ 社長に貸すっていう時代が来ちゃったら、はい、多分あっという間に3兆貸す、はい、ありがとうございます。いやまあめちゃくちゃ、はい、じゃあ3兆借りてそのままジャンプすればいいねむしろ社長にあの貸させてくださいっていう人が出る可能性すらありますよね。いいですね、借りたいです、ウィンウィンですね。僕しかもやっぱ金さえあれば世界一になれそうな気がしてて、こんなこと言っていいのか分かんないですけどはい、そのなんて言うんでしょうね、そのえ本当に絶対なれる自信があって、もうだからもうあとお金が今欲しいと思ってて、逆に言うと、はい、なんか本当にあの普通の人は多分お金を持ってもなれないと思うんです、はい、なぜかというと守りに入るんで、はいはいはい、お金持つ守りに入るんですよ、はい、守りに入った瞬間にお金はさっき言ったみたいにそのお金を生まなくなっちゃうんですよ入った瞬間に、はいはい、投資すればお金を生むけど、はいはい、失敗して減る可能性もあるじゃないですか、はいはい、みんな怖いから安定した投資に投げ込んじゃうと、はい、大して増えないんですよ、はいはい、でも社長の場合一番リスクあるところにぶち込んでる確かにもうだからブワーッといきますからね、はい、可能性で言うんだったら、はい、一番お金の使い方はうまい、あ要するに増やすってことだけ言うんだったら、はいはいはい、普通の人は減るリスクの方が怖いからほどほどにするんですけど、はいはい、減ることをリスクと思ってない人は全額ぶっ込めるんで、はい、結構怖い、任せてください。いや本当に水もらっていいですか。世界一になった後は本当に20兆円稼ごうと思ってるん で世界一の財資産家になろうかなと思って、はい、すごいっすね、それだったら。はい、もちろんなりますよ。いや、お金作りましょう、はい、お金にね、社長みたいにお金に執着がない人が、はい、こういうお金の使い方をされると結構、はい、普通の投資家とはきついんですよね。そうなんですか。どういうことですか、どういうことですか。要するにその、はい、自分が理解できない戦場で戦っちゃうから、はい、ああ、はいはい、何にも言えないんですよ。はい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 、多分できないと思いますよ、この使い方。僕も、はい、別にあのそれなりにお金持ってるけどできないもん、やっぱり。なるほど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 。しかもなんか途中でこのぐらいにしとこうかなとか将来後悔するんじゃないかなって考えると途中で止まるんですよ。はいはいはい、多分分かると思いますけど、はい、例えばこのお金配りますっていうのが1000万きついなって、はい、50万にしようかなって言ったら全然話題にならないじゃないですか、はいはい、50万もうドブに捨てるようなもんですよ、はいはいはい、だったら100万使って1000万使って、はい、100万以上1000万以上の影響力を手に入れた方が絶対得じゃないですか、はいはいはい、みんなはひよって、はい、手前で止めるんですよ、はいはいはい、それで失敗するんですよね。それがないから、はいはい、もう本当あの大成功するか死ぬかどっちかだって今日ヒカキンさんが500万円のあまり配ってたんですよ、うん、僕たち 1.5 億円配れてるないな。おかしいじゃないですか。でもあっちの方が100倍お金持ってるのに。確かにどうし、しかもヒカキンさん自分のお金配ってるんですか。僕人からかき集めたお金バンバン偉そうに自分のチャンネルで、はい、でもビジネスマンはそうですよ。ビジネスマンは自分のお金配っちゃダメですよ。ああ投資家とか、はい、起業家っていうのは、はい、みんなから僕こんなことやりたいんですよ、こんな会社作りたいんです、はい、投資しませんかってみんなのお金を集めて大きいことやるのが、はい、起業家なんですよ、はいはいはい、お金持ちがただ500万のお金とか1000万を配っても、はい、別にただ配っただけですよね、はいはいはい、社長がやってることはビジネスなんですよ。なんでかというと投資家から集めたお金を使って、はい、自分のことをやってるんで、はいはいはい、借りたお金でやるのが本当のビジネスで、自分のお金でやるのはただの自営業です。確かにそう、はい、いや逆に僕お金に無頓着だからお金を稼ぐ時間がもったいないと思っちゃうんですよ、うん、いや僕10億円のビジネスやるときに10億円稼ぐのか
時間かかっちゃうじゃないですか、うんうん、借りちゃったら今すぐできるんですよ、そのビジネスが。確かに確かに。で10億円稼ごうと思ってる最中にもう僕のやりたいことってだんだん変わってきてるから、はい、10億貯まった頃にはもうなんか時代遅れみたいなことやっちゃうかもしれないじゃないですか、うんうん、今すぐやりたいみたいな。いやもうあれ起業家だね、はい、だからもうお金貯めてる、お金稼いでる時間がもったいないって思っちゃうんですよやっぱ。だからやっぱずっと一緒にいて楽しいですよね絶対。面白いです、見たら意味がわからないんで一応確認しますけど、はい、レペゼンのメンバーの皆さんって、はい、みんなこの感じですか。別に10億借りてバンバンやったれみたいな感じですか、それとも社長やべえなって近くで見ました。いや社長やべえなと思いますよ、ね、それはもちろんなんでこんな発言ができるんだみたいな。いや俺どうせ3兆稼ぐけとか言ってずっと言い続けてるんだけど、はい、だけどでも彼は昔からだけどずっと言い続けてたから本当にやっぱだからなんかやっぱ心の底ではやっぱでは行くんだろうなって思うんですよ。すごいですよ。いやしかも本当になれると思っちゃってるから自分が、うん、だからこのなれるっていうことはできるじゃないですか、3兆稼ぐっていうこの行為はできるじゃないですか、うん、けど本当に3兆稼げますって思いながら3兆稼げますって言える人って多分日本にほとんどいないと思うんですよ、うん、だからそこいやなんか自分で言うとなんか変なんですけど、だから本当になれると思ってるから、うん、何の怖くさもないっていうか普通はね、はい、人間ってその恐怖の限界値があるんですよ、はいはい、例えば1億だったら言える、はい、1億借りても俺全然稼げるんで、はいはい、それがだんだん2億、3億、5億、10億と上がっていくと言えなくなるんですよ、はいはいはい、企業家もみんなそうで自分でちっちゃくやってる時とかベンチャーの時には大きいことビッグマウス言えるんですけど、はい、例えば会社が大きくなりました、はい、上場しましたってなったら、はい、下手なこと言えなくなるんですよ、はい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 、やっぱりそのできるかな不安だなってなってくるので、はいはい、だから自分の恐怖に頼るキャパシティに合ったところまでしか成長できないんですよ人って。でも多分社長の場合は10億借りても余裕って言ってるんで多分まだ成長の余地があるめちゃくちゃ成長の余地あるんですよ。そう、はいはい、世界一あるって言ってますからね、はい、すごいないける気がするんですよ。しかもなんか漠然と35歳以内にできると思うんですよね、うん、今いくつでしょ。今30なんで5年以内にできて、すげえもっと負けるなと思ってて、ドームの時もその、うん、客がいない時は30歳ぐらいまでにドーム建てそうな気がするみたいなって思ってたんですよ。で28で建てて、うわ2年負けたみたいな気持ちだったんですよ。だから今回も35までに建てるなみたいな思ってて、うん、まあ、負けたらいいなみたいな、はい、負けたらその分あの次は20兆稼ぐ方に早めに入れるんで、すげえだ、はい、思えるやば。俺も30ぐらいまでにこのぐらい稼ぎたいとか考えてたけど、その予想をはるかに超えたけど、うん、その規模はなかったな思えなかったな。大吾さん今何歳ですか。僕はこの前36になりました。あ、え36です、はい。いつの間にかメンタリストはいつから。いやでも子供の時から見てたから逆に僕の6個目であんなにテレビ子供の時から出てたんだっていう。確かに大学生の時出てましたからね基本。そうだ、はい、15、6年ぐらい前、ね、何がきっかけに始めようと思ったんですか。あ、でもあれ皆さんの考えですよ。ちょっとモテたいなと思って、あナンパした時に僕皆さんみたいにちょっとこう陽キャでウェイじゃなかったんで、なんか欲しいなと思って、ね、心を読む力鍛えたりとかトーク力と昔なんかフォークとか見てましたけど、そういうので話題作って仲良くなるみたいな感じでやってたら、やっぱ成功しますか。やっぱそれします。人間でね驚いた時ってイエスって言いやすくなるんですよ。わーって驚かせて、わーびっくりしたってなったところでアンケートお願いしますとかってやる実験なんですけど、そうするとびっくりしたと思ったら、なんだアンケートかいいよ答えるよあれってなるんですよね。普通にアンケートって答えないけど、え、なになに怖い怖いって思ったら、なんだアンケートかーって、ね、その心理効果を使って女の子を引っ掛けようとして、あの競馬だったんですけど大学 の、 あの食堂とかでやってたら、その動画を誰かがテレビに投稿して、はい、それをきっかけでテレビに出ることになったっていうわけです。たまたまです、で僕は居酒屋のキャッチやるときはやっぱ笑わせてました。ああ、それもいいですね。それもいいですね。はい。そっちの方がでもうまいかも。さあ、姫、幸せにしちゃいますとか言って。まあやっぱファースト一発目大事ですよね。いや、大事ですね。ファースト大事ですよ、確かに。ナンパかな、ナンパかなって思われるところで違うんかいみたいな感じのやつで一回笑わせて、リラックスさせたところで、いや、実はナンパなんだけどねっていくと、あ、まあまあいいよいいよみたいな感じになって。はい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 。なるほど。あ、トランプ届いた。届いた。いやですよね、大変でした、ね、ドンキまで行きました。ドンキまで行ってきたぞやっぱせっかく来たんで。いやでもこれまだ俺必勝法とか何も考えてないんだよな。これ結構やっぱ社長先にします後にします。
ちょっと待ってください、勝ち方調べてみます。ババ抜き必勝法、必勝法。逆に気になる、あるのかな。確かに相手が引いて合わなかったやつをやるとか、相手の、いや、こう定石のパターンをまず知りたいんですよね。なんかカードを配る相手の利き手に合わせたカード、普通のババ抜きの場合って、こう例えばちょっと持っていただいて、はい、隣の人がこうなんかカードを引くじゃないですか、はいはいはい、で、あ、揃わなかったってこう入れますよね、はいはいはい、でこれを引くと揃いやすいんですよ、はい、どういうことですか。つまりババ抜きってな、複数に寝るときって、はい、ペアになるものを引いたら勝てますよね。はいはい、勝てます。で、例えばじゃあジンタさんの隣に、じゃあ今いないけどホイさんがいて、ホイさんからこのカード引いたとするじゃないですか、はいはい、こうやって。そうするとこの時点でこのカードは、あ、ホイさんともジンタさんの手札とも合わないから、合わないから、じゃあ自分の確率が確かに高くなるってことか。高いです。で、これ知ってると3人になったらほぼ勝てます。だって2人が合わないのと自分とも勝てる。あ、そうです、絶対そうだ。だからこれで引いたら絶対ペアに。ほんとや、ほんとや。そういうのもあると思いますけど、確かに、まあ、この心理戦バトルのこのルールだったらなかなかなさそうですよね。そうですね、そうですね。いわゆる定石ってそういう、あれもう終わり？ああ、なんか、いや、まあ、だからでもそっち系だったらね、確かにこのルール系、このルールでのあれは出ないなと思って。じゃあやってみますか？やってみますか？確かに。どういうふうにします？誰かやります？ジョーカーを引かれた、これ、その、まず、ババ抜き的にこう来た時に、ジョーカー、あ、じゃあ、一応多分今日初めて見る方もいると思うので、この前あのレペゼンの皆さんってやったババ抜きを一応説明します、はい、1から4見えるかな、はい、と1から4をお互いに持ちます、はい、でどっちかが、まあ、ジョーカーを持ってババ抜きをするんですけど、普通のババ抜きと違うのはこれ1から4をお互いに持ってるんで、引き合ったら必ず揃っちゃいます、絶対に。だから交互に引いても面白くないんで、ジョーカーを引いてない人が永遠に引けます。例えば今だったら、じゃあ、リンタさんに赤いオムとかって、で、僕がジョーカーを持ってます。で、これ今、これがジョーカー、真ん中がジョーカーです。なんで、ジョーカー以外を試しに引いてみて、ジョーカー持ってないんで引けるので、で、揃いますよね。そしたら捨ててもらうと。で、本来は普通の場合に来たら今度僕が引く側になるんですけど、僕がまだジョーカーを持ってるので、僕には引く権利がなくて、もう一回リンタさんが引けますと。はい。で、こうやって永遠に引いていく感じです。で、もしジョーカーを引いたらどうなるかというと、一回引いていただいて、はい、こうすると負けではなくて、選手交代なんで混ぜてもらって、で、今度は僕はジョーカーを持ってないんで、引く側になると。で、最後にジョーカーを持った方が負けっていう、ただそれだけのゲームです。はい、大丈夫ですかね。簡単な。シンプルですね。はい、シンプルであるが、ユニークが深いという。はい、あっちがめちゃくちゃ奥深いですね。これ深いよね。これ多分おもろかったもん、マジでやっとって。最初にたくさん自分が引いちゃって、最後の方でジョーカー引くときついんですよ。確かに確かに確かに。だから相手の癖を見るためにわざとジョーカーをこう最初の方に引くっていうのもありですね。なるほどなるほど。で、多分これあれですよね、やるときに対戦してる人はこれ 見ると映っちゃうといけない、これとモニター あれした方がいいですね。そうか、モニター切ったからかも。モニターをひっくり返します。あ、そしたら多分あのライブカメラでお互いのこの後ろに回ったりとか表情を見ると、あ、いい、すごいあのライブ感あって面白いと思います。あ、確かにですね。めちゃくちゃ面白いと思います。めちゃくちゃ面白い、おもろ。で、もし例えば僕と社長が先これをガンってして、そこでお互いあの宮君がそっち側、はいはいはい、じゃあこれでこれをここで向かい合ってこうこう、あ、これで今大吾さんの方の手と、なるほど、こっち側銀太君の方を取ろうと思ってました。あ、ちなみに取ります。ちなみに、社長と先でいいですか？こっちから見せて、そうですよね、最初ここ2人でいいですか？はい、いきなりです。じゃあ俺、お社長こっちされないですか？あれ、ちょっと待ってください。これちょっと逆のことか。ジョーカーを引いてもらうのがありがたいですかね。あれ違うか。引いてもらうのがありがたい。ジョーカーを持ってる方が読まれる側になります。だから僕を読みたいのか読まれたいのかで決まります。なるほどなるほどなるほど。それか、まあ両方やってみますよ。例えば先に2回勝った方が勝ちにして、最初社長が例えばジョーカーを持ったら次僕がジョーカーを持ってスタートとか、変えてもいい。3回勝負とかの方が面白いかもしれないですね。なるほど。じゃあそっちでいいですか？こっちで 手札とか見えてた方が面白くないですか？こっち座ってこれで、ああ、こっち側でこっち側から手札を持つ、単ごとに切り替えていったらめっちゃおもろい。いいねー。それか一応あの、はい、僕が、あ、僕ですね。あとはあのもう一個、あの一応撮る都合もあると思うんですけど、こっち側にカメラを置くと僕が見えるんですけど、こっちに置くと僕が追い詰めた時の社長の顔が綺麗に映ります。お、いいですね。こっちにはそうですね、あった方がいいかもしれないですね。了解です。
口もなんかちょっとずらせる。ずらします。そしたらめちゃくちゃおもろいっすよ。めちゃくちゃおもろいわ。すみません、そのセッティングしてる間僕ちょっとトイレ行ってきてください。もちろんです。その間僕タバコ吸います。あ、使います。使うんで逆にあの僕こっちですよね。あ、違います。逆にあのスイッチャー入ってほしいです。あ、スイッチャーいる。はい、います。はい、だから社長の方の、僕がスイッチャー入れます。逆にエロレクインテッドの方が上司もそうですね。どうしよう、なんか喋る、なんか待ってるみたいな。確かに、でも今日はもう多分喋る時間ないと思う。逆に喋る時間あったらちょっと寝た方、いや寝たり休憩した方がいいよね。で今日はちょっとまた、あ、また今度って言おう。これは映ってますか？で、1番は OK。 1番 OK ですね。おもろ。3番ライトさんの方の方がいいね。いや、これはマジでおもろいんよ。じゃあ金太くんの顔にこれに座ってきます。これ俺こんがらがるときあるじゃん。逆にジョーカーを引かれた方がいいのか、ジョーカー引かれちゃダメなのかっていうのを普段ババ抜きしてなさすぎてどっちだけってなってで変な答えしてしまうときあるじゃんね。あれ、これ引かれちゃった、引かれちゃダメだった。これジョーカーですかって聞かれたときにそのそうですって言うべきかそうじゃないですって言うべきかが逆転しそうときあるじゃん。でも黙ってしまったらあれやん。これも作戦があるんだろうな。これ色だったらこういう明るい色とかにしといた方が人の目がよ、目がパッていくから。はい、大悟さんの顔が入ってるだけで。これ本当にすごいんだよな。すごいよね。いや、マジですごいっす。まあ、でもこればっかりは多分勝てんよね。勝てんすよこれ。もういや、ホイすごいっすよ。いや、ホイすごい。初めてでしょ、あれ。それで勝ってけんね、普通に。すげえよ。全部当てられた、確か。一回だけ成功して、こっち引くのも。じゃあ、最初に社長でいいですか？はい、もちろん。別に銀だから、どっちで。こっちのカメラは、はい、ね、どこを社長の顔と大悟の手札。手札。はい。よっしゃあ。じゃあ僕は読む側ですね、最初は。ジョーカー持ってるんですね、ジョーカーを。うん、いや、これでも本当にこんがらがるときあるんだよな。どっちだっけみたいな。これこういうときって嘘つくべきなのか、あれだっけみたいな。それ統一した方がいいですよ。ですよね。前回統一できてなかった。そんときもちょっとやっぱ圧力に負けて、あれこれどっちだっけみたいな。ジョーカーって引かれた方がいいんだっけ、引かれちゃダメなんだっけみたいな、一瞬思うときあるんですよ。ホイさん以外は、はい、皆さん途中で反転してました。あー、やっぱ逆転しちゃうんですかね。あの、やっぱ嘘をつくのって人って無意識に嫌うんで、特に友達多い人は無意識にパッて嘘をつけると嫌われるんで、はい、つかないんですよ、はいはい、だんだん嘘をつく罪悪感に負けて素が出てきて、素が出るとさっき言った執着とプレッシャーの話ですよ、はい、あれでプレッシャーかかってくると素の自分に戻ってきて、嘘をつかない自分に戻ってきて、今まで嘘をついてたのに、今までここがジョーカーって思い込もうと思ってやってきたのに途中から変わっちゃうんですよ。で変わると、あ、ここねって分かっちゃうんで、決めた方が。なるほど。これも作戦かもしれないですね。あ、いや、これはガチです。これはガチっぽいな。どうしようかな、どこに置こうかな。逆にでも、ニンタさんは見えた方がいいかもしれないですね。みんなのコメントが見えた方が。あ、確かに確かに。こ、自分の携帯でじゃあ、はい。もう映ってます、これ俺の携帯。4時半にババ抜き。すみません、ありがとうございます。いや、面白いなと思って。あと多分テーブルでやるときあるんですけど、あの手を下げすぎちゃってこうなって社長見えたりとかするといけないんで、ちょっと上げ目の方がいいと思います。見えない。またカメラ的にも多分ここに置くと多分見えないですよね。大悟さんの手が入っちゃって、このぐらいの高さで多分やると思ういいかなと。ピントがピント固定的にどうするって、どっちかに合わせたらどっちかがボケる。そうね。ピントちょっと引けば逆に。それかもし必要だったら、あ、僕今こんな感じですとか見せますよ。それか、めっちゃ拭いた方がいいんじゃない、それ。シンプルに。
ちょっと曇ってるよ、ちょこちょこ。一応多分社長もこう、あの僕今あの見えるときに見えないですけど、ね、カメラ的にこの高さって、高さだけ固定しないと体と被っちゃったりとかすると結構、はい、テレビでよくあったんで、あのもったいないんで。逆にもう、あれこの角度でいいよね。もう大丈夫です。はい。大丈夫です。いいですか。あとあんまり下だと、やってる間にこうなって見えるといけないんで、はい、ちょい上げ目で、ちょっと軽気持ち手前に保つぐらいの方が見えないです。はい。うっかり見えると面白くなくなっちゃう。なるほど、なるほど、なるほど。固定しなくても大丈夫です。もしあの、スイッチだけ。僕も気をつけますけど、見えなかったり、手札見たいときは言ってください。ちょっと見せてくださいって。はい。まあ、僕はもうでもいつでも大丈夫ですよ。いいですか？はい。いきますよ。はい。いいです。あ、もう、あ、そうだ。いきなり来るタイプさって書かれる。いいですか？はい。なんかでも、ここら辺の、なんか変えてましたね、こうやって。はい。最後まで。はい。迷ったんですか、ここはなんか。迷ったっていうか、まあ変えてもいいかなっていう。はい、この2枚はだって別にあんまり関係ないからって変えてもおってことはジョーカーじゃないってことですね。はい、だって変えてもいい位置にこだわらないってことですよね。そういうことですよ。あ、嘘つくの下手だな本当に。これは本当ですね。あと3枚ですもんね。マジかやばおろ、はい、えぐ。じゃあ振りします。いや大丈夫ですよ。本当に、はい、思い込みの力さっきの教えてもらったんで、はい、思い込んでるっつ。あ、今なんか思い込んでる。思い込んでるっす。今思い込んでこの辺ずっと見てたんですね。あ、思い込もうみたいな。まあでもどっちに思い込んでるかっていう話ですからね。ん？どっちに思い込んでるか。はい。というのはジョーカーじゃないのジョーカーと思い込んでるのか。そうっす。ジョーカーをジョーカーと思い込むって意味わかんないですもんね。そうっすよ。ってことはどっちをジョーカーと思い込むかみたいな話ってこと。そうっすよ。ってことはどっちもジョーカーじゃないってことなんですか。やばいわやばいわ。ちょっと待って、全然勝てる気がするわ。もう一回、もう一回やります。やばいやばい。今いきなり始まっちゃった感があったんで。勝てへんやろ、もう一回やりますか。ちょっとやっぱ、じゃあ今のだとでもこの一番嘘つくの得意と自分で思っとったよ。本当に心理戦とか得意だと僕思って生きてきたんですよ。今だでも一番端がジョーカーってことですよね。その通りです。だからもうそれも、あ、バレたと思って。ちょっと一回銀座変わって、俺ちょっと心へし折れたもん。あれ別にも勝てる気がせん。全然ダメやわ。色とか好みがあれば全部。あ、赤でいいですか。はい、はい、使ってくれ銀座。もう瞬殺やったわ。銀座君もうちょっと左に寄る。変なこと言ってしまうもん。 OK です。 OK ですか。はい、向きますよ。はい、位置は分かってますよね、どこに状態あるかね。はい、やっぱ不思議ですね。ちょっとこっちにこうカードの中心というか、この、あ、それカメラがあれだったんで。あ、カメラに向けただけなんです。はい、あ、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ別にこの手の位置には関係ないと。はい、おー、あー、そうですね。まあ多分なんですけど、さっきのやり取りを見てて、社長と同じ場所に置くのはかなり難しいと思うんで、うん、この端っこは引けちゃうんですよね。これはまあ引けるだろうと。うん、で、あとは、おー、真ん中見ますね、やたらと。これどういう意味なんだろう。真ん中ジョーカーと思い込んでんのかな。本当にそれがジョーカーだったら結構面白いですけど。でも前やった時の感じだと、あんまり変な引っ掛けとかをしてくるタイプではなかったんですよね。嘘バレるからもう素直に言って、深読みの自滅を誘うタイプな感じがするので、はい、これはちょっとジョーカー怪しいかなっていうのが僕の予想ですね。はい、あ、なんか嬉しそうですね。嬉しそうってことは違うんだろうな。リンダさんの特徴は、あの、自分に都合のいい話を僕がし始めると、あの、どんどんここが上がってって嬉しそう。 いい笑顔になっちゃうんですか。笑顔にしてるんだよ。はい、 OK ですか。はい、大丈夫です。さっき言った時でもこれも多分違うって言ったんで、これも多分引けますよね。あと3枚ですけど、おお、置き直した。なんで置き直したんだろうな。今持ちづらかったんで。ああ、なるほどなるほどなるほど。持ちづらかった、離れてるのが。はい、大体これやる人って、例えば真ん中にこう、なんかこう、なんかすごい、これジョーカー出せる意味があるカードがあった時って、こうなると落ちそうで怖いから、みんなこうするんですよね。
バランス取らなくちゃってなるんで、そうすると真ん中がジョーカーなのかなって予想もできるし、あとはまあそうですね、あるいはこうわざとそうはめるためにこうちょっとずらして、まあ、そのこのずらしたから多分引きづらいんじゃないかなっていうふうにやるっていうやり方とかも あるわけなんです。嬉しそうだな、嬉しそうだな、やばいよね。ちょ、読む側やってみていいですか。いやでもどう読めばいいもちろん確かに確かに読むって考えると難しいんで、さっき言ったようにプレッシャーを与えるとかの、なるほど、はい、これかなこれかなはダメです。ちょっと一回それをちょっとこれを機に練習しよう。もうそんぐらいの気持ちじゃないと勝てんよ。勝とうと思わず練習と思う、もう練習ぐらいの気持ちか。でもそう言うとプレッシャー与えれんけん、ちょっと勝てみて。僕最初に練習した時はプッシュステートメントテクニックから練習したんですけど、はい、5枚なんで適当に言っても当たるんですよ、5分の1なんで、はい、ジョーカーは。だから相手がジョーカー持ってる時はこうやって見てプレッシャー与えて黙るんですよ、長めに、はい、相手が目そらしたりとかなんか喋り始めるので黙ってプレッシャー与えて、あもう分かりましたと、あもうこれですと、でこれって言う時になんとなく指さすんですよ、あもうこれだわと、分かったわと。だいたいこう例えばこうなってたら、はい、この辺を指さして、あこれだわとか言うんですよ。そうすると本人から見ると、え今この3枚のどれか指したんだとバレてるってなって動揺するんですよ、はい、そしたらこの3枚って分かるし、こうやって動揺しなかったらここないからこの2枚ですよねみたいにやります。とかあなたは性格的に変わってるから両端に置きますねって言って、相手があんまり動揺しなかったら両端にはないし、動揺したら両端ってことだから真ん中3枚引けるし。なるほど、こんな人動揺させれる。動揺させれる、どうやって動揺させればいいのかいな。ちょっと高さ的にじゃあこの辺大丈夫ですか。はい、いやーどう、え、もうこれ決まってます。はい、ちょっと、なるほど。あ、僕のカードもうちょっとこっち持ってみましょうか。断言系ではもう多分動揺しなさそうだな。あともう一個コツがあります、はい、カード見ない方がいいです。カード見てもプレッシャー与えられないんで、目見ないと。あ、そういうことなの。みんなここ一生懸命見るんですけど、裏見たところでこれ、ドンキでしたっけ、はい、で買ってきたやつ別に何も答えないじゃないですか。確かにここ見ても見えないんですよ。プレッシャー与えられないんで基本目を見るのが大事。確かにプレッシャー与えられない、なるほど。でコツは相手がこうやって目をチラッと見たら、あって言うんですよ。あっとんって動くんですよ。やばいなんか情報与えたってこっちは思うので。確かにさっきそうだった。そう、目見て相手が動いた時にそれにひたすら何癖つけていくじゃないけど、はい、あ今のはこうですね、ああですね、はい、ってやっていくと、やばいやばい見られてる、読まれてる読まれてるっていうのです、はい、あのカメラをたくさん置くと同じ理屈です。なるほどなるほど。そうすると結構顔に人も出ます。なるほど。どうしような、どうやって切り込もうどうやって切り込もう。逆に、ね、余計なこと考えないで社長っぽく直感とかで言ってるんですか。もう直感だとこれみたいな。うーん、俺結構わかんないんだけど直感で結構分かっちゃうタイプなんですよみたいな、さっきのあの借金の話みたいに。そうすると、え、まあ直感で言うとこれですよ、これ。あ、一番端ですよ。で、なんでかっていうと、うん、朝倉未来の時も僕の時も、うん、必ず大吾さんババ抜きする時、うん、一番手前に置くのが一番ジョーカーの面積が多いからみたいな、うん、プレッシャーかかりますけど、普通は置かない、はい、普通置かないって言うんですよ ね、 ますね、っていうことがあるから、うん、ここにあえて置いてる、うんうん、そしたらそれが引いた勝ちですよ。確かにそれはそうなんですけど、聞かれ、あのどうだろうな、いやー分かんないよ、これどうやっていけばいいんだろうなどうやって切り込めばいいんだろう。いろんなパターンがあって、それか、ちょっと面白いのは、はい、本当にそうかを確かめる方が1個だけあるんですよ、はい、そこを引けばいいんです。ジョーカーだと思うところで、それ例えばその別に引けって言ったわけじゃなくて、5枚お互いにペアがなかったら引いても先行と後攻が入れ替わるだけじゃないですか。だからリスクほぼないんで。いや、今の話聞いて僕分かったんですよ、うん、逆に言うと、はい、うん、引いてほしいって思うから逆にここ行くだろうと思うから、ここがジョーカーなんですよ。ここがジョーカーだと思うんですよね。引いてほしい、だって今の話したら、はい、じゃあほな引くかって普通の人は思うけど、なことバカじゃないじゃないですか、はい、そうですね。だからここ行くはずじゃないですか。そしたらこっちにジョーカー置いた方が良くない。いや、だからこそバカ正直にここのことをジョーカー置いてると思うんですよね、うん、おー、はい、じゃあそれが引いたら勝ちですよ。そういうことですよね。だからここがジョーカーなんですよ、はい、あれ一回右から順番に。おーおーおお、すごい、きたすごいすごいやったー。でも
どうなんだろう、でも今のは、いや、勝ちは勝ちです。きたーでもそういう感じで、そういう感じでやって、ちょっと勝つと、はいはい、あの自信がついてきて、プレッシャーに負けなくなる、はい。なるほど、なるほど、なるほど。めっちゃ大事です、今みたいな勝ち方が。じゃあ、いきましょう。はい、僕持つでいいですか。はい。はい、要するに、ジョーカーを当てればいいんですよね。ジョーカー以外は生きた方がいいです。まあ、だからジョーカー当てれば勝ちではありますが。はい。はい、ありがとうございます。はい。わかりました、僕は。多分、ここの2枚がジョーカーだと思ってて。なるほど。さっきと同じ。はい、僕の、いや、ここが怪しいな。2番目。はい、2番目。おお。これは1。おお2、おお3、おお4、すげえな。あ、ジョーカーで4です、はい、おお、すごい、なんかあのどれがジョーカーかじゃなくて数字を言ってくるの初めて。なんかアニメのワンシーンみたいですね、右から順番に数字を言ってやろうかみたいな。はい、これまず引いて大丈夫です。はい、どうぞ。これはいきます。いきます。社長と同じ引き方を、はい、そしたら1ペアで捨てる。はい、そうです。で、間違いなく、はい、ここは大丈夫なんですよ。お、真ん中。ここは絶対大丈夫です。これやっぱ大丈夫でした。独特な弾き方しますね。はい。まあ、で、やっぱここ2つはめちゃくちゃ怪しい。さっきの、あの、おうおうおうがちょっと、おうが、その、特にここら辺は多分ちょっとなんか違かったんですよ。はいはい、キーが。はい。なので、アーティストからキーっていうんです、ね、ここ弾きます。はい。うわー、やばっ、全然違ったわ。で、結構予測は良かったですよ。予測はいい感じ。あ、まだ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 分かる。そうです、そうです。あ、次俺引っ掛けちゃう。引っ掛ける。はい、引っ掛けちゃおう。だーいご、引っ掛けちゃおう。すいません、申し訳ないっす。いい、あ、やばい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 、危ない危ない危ない。いや、これ引かれる側になるとめちゃくちゃ緊張感走る。いや、走る。引くときはめちゃめちゃ気軽なのに。これ本当、あの視聴者で見てる人はなんでそんな顔に出るのっていう人いるんですけど、同じ状況になると人は絶対出ます。出ます。お願いします。もうちょっとだけ当てます。お願いします。もういていいですか。はい、はい、おお、なんかでも開き方が独特ですね。なんか普通さっきと逆に開いてますね。普通こう開くんで、右側が一番大きく、こっち側が一番大きく見えるはずなのに、ちょっと手が震えてきる。逆になってますよね。要するにそのカメラに見せるとこう開くとカード見えるじゃないですか。今リーダーさんこう開いてるんで、どれがなんだか数字が見えづらい状態にあるんですよ。要するにこうじゃなくて今こう広げてますよね。はい、そうです。数字が隠れる感じになってるので。はい、なるほど。はい、え、なんでこの開き方にしたんですか。さっきと全然違いますよね。違う戦法、いや特に意味はなくて、はい、普通に違うことをしようっていう。おー、これでも実はやり方があって、このカード大きく見えてるじゃないですか、はい、このプレッシャー変わらないんですよ。で、まあ、このカードは真ん中挟まれてるの半々だと思うんですけど、このカード半分隠れてますよね、うん、こうすると例えばこうやって真ん中のことを引くと急にカードが見えるようになりますよね、はい、でこれの時の反応見るんですよ。つまり今まで見えていなかったこのカードが急に見えるようになった時にプレッシャーが上がるのか下がるのか見るんですよ。もしこれがジョーカーだったら1枚消えるからもう無理だわ。これやばいやばい。ちょっとやばいやばい。チャンクルしていいですか。ちょっともう当てられてニヤニヤが止まらん。全部嫉妬や俺が。すごすぎる。人の癖ってなかなか直せないんでね。銀太さんは笑ってしまうというのが特徴ですね。いいですか。お願いします。行きますよ。はい。お、もうちょっと。いいですか。大丈夫です。さっきと左側と同じですね。はい。お、一緒で攻めていきます。一緒で。はい。並び順も一緒。並び順も一緒です。ジョーカーの位置も一緒ってこと。ジョーカーの位置も一緒です。お、なるほど。はい。ってことはさっきだと、僕はこっち側だと思ってたんで1枚引いて見えてたんで、ジョーカーです。こっちがジョーカーですね。はい、あ、右がジョーカーです。全然笑わないんだもんね、だから。今笑わないと。今笑うとこだった。すご
俺と銀太でやってやる。あ、確かに。なんか一回。バカ同士。素人同士の戦いですか。解説席あります。これバトンタッチよ。あの、か一発、まあ、どっちも読み合えたらいいね。別に。僕今ジョーカー。じゃあ僕ジョーカー持ってる。あ、オッケー、オッケー。社長から引くってことね。なるほど。いつも OK ってくれたら OK です OK あ、もうちょっとねやばいやな、ずっと笑いよけばいいや。そうや、ずっと笑っとけば別にしたら何も出ないです。こっち側を見とったよね、割と。いや、見てないっすよ。割とこっち側見とったよ。見てないっすよ。割と見てない。見てないんや。はい。そうなんや。見てないっす。なんでさっきと逆に見てないっす。じゃあ、あの、ジョーカーの道見てみ。あー、なるほどね。ジョーカーの位置見てみ。いや、やばい。見らんて、さすがにジョーカー。そんなこと言わない。だけど、ここら辺がジョーカーやろ。今、こっち側見よったもんね。目そらしたやろ。いや、そらしてる。いや、そらしてったよ。だけど、ジョーカー見って言った時にも、こっちら辺見たもんね。いや、どうか。いや、だけど、多分こっちら辺が押さえたよね。いや、どうかな。ニコニコしよう、また。始めたよ。わざとニコニコしてる。どうかな。うん、どうかな。じゃ、こっち側引いていい。何を引きたいですか。いや、こっち側に行こうやけん、ここ3つ引くよ、俺。3つ引くんですか。うん、うん、嬉しい。嬉しいっす。嬉しいよ。大喜びっす。大喜び。大喜びっす。おもろ。大喜びしちゃう。はぁ、ジョーカーいる。見つけた。今一生懸命こっち見たね。やっぱこっち側一生懸命。ここ3つは大丈夫。えい、ー、残念でした。だからさ、すぐ騙されるあれですね、銀太さんはあの僕との時にはその癖が出るのに、やっぱ社長とは長いから出ないんですけど、多分プレッシャー感じてないんだと思うのさ。確かに。ゲーム楽しんじゃってるんで。大悟さんのプレッシャーえぐいよ、本当に。でプレッシャーかけるのも大事ですよね、これやる上では。やっぱそうそうそう、プレッシャーかけないとそういうの出ないんで。そっかそっかそっか、はい、大丈夫。プレッシャーかけると自分を安心させるためにいつもの自分の癖をやるんですよ。だから普段やらないのにプレッシャーかかるとずっとこうやって癖を触ったりこう触ったりするじゃないですか。あれは自分を落ち着かせる行為なんですよ。へぇ、なるほど。それで普段の癖を読んどいて癖を出させて、あーっていうやり方なんですよね。なるほど、分かったわ。俺社長の癖知ってる。大丈夫。知ってるっすよ、社長の癖。どうぞ来い。どうしよう。どこに置こうか今考えてるから俺今。負けたらとりあえずあれさ、テキーラ。あれ、違う、テキーラじゃない。じゃあ100万円。負けたら100万円ですよ。負けたら100万円。じゃあ勝つよ俺。プレッシャーかけてる。そうです、こうやって自分でしょ。ちなみにこれで一発でジョーカー見てみてください。一回ジョーカー見てみよう。ジョーカー見てみようか。わー、嫌かったっす、嫌かったっす。このジョーカーをもし僕が取ってみてください。うん、取ったら、あ、取っちゃいけないんか、うん、ジョーカーをもし僕が取らずに残してたら100万円ですよ、うん、で、ジョーカーがある位置がこの3つですよ。ということはもう確定が近いんですよ。どういうこと？ジョー、もう100万円払う。うん、別にいいよ。ここですよ、うん、いっぱい引いて。へぇーい。え、これ取ったらもうなくなって勝つ俺。あ、多分社長1と2をさっき引いた時。ああ、そういうことだ。ないから。はいはいはい。残り2枚だ。あ、そう、ルールを見せとった俺。そうだわ、引くだけ。ジョーカーはバレる。動揺しとるやん。やばいよ。ほらほらほら、バレとって。これは大塚さんにアウトでした。はい、行きますよ、社長。社長は右利きなんすよ。いやでも、もう俺銀太には全くプレッシャー感じんけん。全然大丈夫。いやでも右利きなんすよ、うん、だけこいつは負けても俺運で負けたな、少しかも。右利きなんすよ、うん、右利きっすよ、うん、右利きやろ。全然プレッシャー感じん。右利きなんすよ。全然大丈夫。あの、で、あと、うん、あと社長は多分、うん、あの、いいカードとかだったり2枚になった時に絶対に見えるところに置くと思うんすよ、うん、ジョーカーを。ああ、こうやってなった時に被せないと思うんですよ。ありがとうございます。うわ、あ、違う、引いちゃいけなかった俺。
ミスった今読み完全にあったのになんで引いたんだろうと思って見えるところに置くんですよ。ミスった社長版こっちミスったじゃあ行くぞジョーカー狙いよったもう分かるよ。何すか。俺と同じ場所に置いてやろう。置いてます。置いとやろう。はい、置いてます、わざとやろう。わざとっす、ああどうしようみたいな、はい、同じとこ置いとこうみたいな思ってやろう。いや、どうせ引っかかるだろうなと思ってるんだけど、どうせ引っかかるだろうなって。逆やろ。いや、それわからん。どこでしょう。逆やったね。右かな。あった、今のリアクションの方がこっち側やろ。右かな左かな。いや、今めっちゃ動揺してるこれ。めちゃくちゃ上手でしたね。いや、今動揺した顔してたっすね。今の笑い方と動揺の仕方上手。こういう、マジで、あれの顔したみたいな笑顔だったのに、ちょっと笑顔引きつったって、マジ、本当に思ったっすね、今。ニンナさんもさっき僕にやられて動揺した時を覚えてて、同じこと多分今やったじゃないですか。あっちこうしたなみたいな感じで。いや、今俺絶対に分かったと思って、ニンナの顔見てめっちゃ笑顔やるからの。あ、やっぱ逆やって言い換えた時にちょっと動揺した顔した気がしたよね。やば。じゃあ行きましょう。めっちゃいい勝負ですね。いい勝負。めっちゃいい勝負。お互い知ってる同士の戦いってめっちゃ面白いですよ。おもろいね。こういうの分かるから。しかもおもろい、このいい感じの。はい、チョーカー、うん、チョーカー、うん。ジョーカーですね、これが。分かってしまった。ジョーカーっす、これが絶対に。ジョーカーっすか、これ。いや、ジョーカーっすか、これ。で、ジョーカー引いちゃいけないんですよね。ジョーカーを引いちゃいけないんですよね。そう、ジョーカーじゃない方がいい。だから、ジョーカーじゃないの方、だから、ジョーカーを引いちゃいけないんですよね、要するに、ジョーカー。ジョーカーを引いちゃいけない。ジョーカーっすか。はい、そっち、まあ、引きたかった。あ、今、目に映ってる、反射して。これ、ジョーカーだ。これ、ジョーカー。反射して。いや、嘘で言ったっす、嘘で言ったっす。今こっちから取れてたから、社長の良くない癖が、はい、諦めますよね、途中で。途中で、スンって顔になるんです。いや、スンって途中から毎回、こんがらがるんですよ。あれ、どっちだっけみたいな、ちょっとスンってなるの。はい、おぉマジ違う、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 マジ違う。じゃあ、銀太が、え、ジョーカー引けばいいんだっけ、引かなければいいんだっけって言った時に、あれこれ、どっちに嘘つけばいいんだっけ、本気やっけとか。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。うわ、マジ申し訳ないです。大丈夫だ。びっくりするぐらい増えたね、分かりやすいぐらいに。いや、銀太に負けたら悔しいわ。ちょっと普通に一回、フミヤ君やってほしい。確かに。やってみてください、フミヤ。あとは、社長は、まあでも言わんと悪くなると、ずっと今んとこ社長最弱です。今んとこ最弱だわ。最弱。反復動作と諦めの顔っていう、すんっていう顔が。いやー、僕嘘つくのうまいと自分で思ってたんですけどね。今の撮ってて切り抜きの人が編集したすげえ移動やってる。すんって。すんって。すんって。ふみやには勝てる。ほんとっすか。でもこれ社長奥に負けたらほんまに最弱っすよ。いやー、こうやってプレッシャー与えてくることをもう覚えてるんですよ。大丈夫っすか。はい。いや、盛り上がってますよ、みんな。うん。どっちがいいの？最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ、引く側で。引く側ってことどういうこと？あ、こっちは社長が、はい、持ってる側で。マジ、ジョーカーを引いてくれたら嬉しいんだね。そうよね。もうこれを完全にまず、脳内の、はい、いつも、なんか、うわってなった時、どっちだっけってなっちゃう。難しく考えないで、はい、ババ抜きと同じで、最後にジョーカーを残したら負けですよね。はい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 、それと全く同じです。はいはいはい、違うのはジョーカーを持ってない人がずっと引くだけで、最後にジョーカーが残ったが負け。なるほどなるほどなるほど。はい、しかも難しい。確かに基本はババ抜きと一緒ですね。同じです。じゃまずフミヤ君が先行としてね、引く側ですね。勝ちたい。逆に僕挑戦者側のムーブでいけるから、うん、確かに そっちの方がそこまでプレッシャーかかってないです。社長僕に負けたらほんまに誰に勝つねんってなるから。マジで誰に勝つねんってなるから。
確かになんかあんまり勝ってないのにちょっとチャンピオンのポジションなのが面白いですね、社長。なんでなのか分かんないけど。確かに社長のブランディングですね。なるほど。今まで築き上げたブランディング。むずいけど多分あれだろうな。なんかこういう時社長って多分雑魚倒すの余裕なんですよ。で僕多分雑魚に見えてるから、あこうやっといたら引っかかるやろうなみたいな場所に置いてるんやろうなって思います。せやからとりあえずこれは大丈夫か。一回近いわ。やっぱり。いいっすね。挑戦者側いいっすね。なんかこれを僕が解説するとプレッシャーになっちゃうといけないんであれなんですけど、社長意外と気にするじゃないですか。生配信とかでコメントでちょっと。きついことをやると、はい、スンってなるじゃん。はい、あの時ですね。そう、ライジンの。さすがに負け続けて別になんか気にしないって感じだったのに、ちょっと今スンってなってるんで、ちょっと上げていかないと。上げない方がいいのかなって思ってるんですよ、今逆に。最初の時に僕とやった時に、いや、シャッフルしないっすよ、バレてるのしないっすよって言ってたのに、今もう一枚でも、あっ、ちょっとする。多分ですけど、社長は今、何も考えずに、なんか違うカードをババヤと思って置くぐらい、したと思うんですよ、ね、いや、お前にそこまで何もしてない。さすがに、うん。なんかそういうことやればやるほどミスるってことに、あ、まあ大悟さん相手やったらもう、はいはい、変なトリックかける方がアウト。そうっすね。バレるけ。ヒント与えすぎるけ。だから多分社長何も考えずにシャッフルしたと思うんですよね。ちょっとまたそうな人だ。いや、そうなんですよ。ほら、ちょっと。すごい。あと5分。あと5分。じゃあもう5分で終わらせます。いきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ふみやくんちょっと左にこいてください。あ、わかりました。よし、じゃあもうパパパって終わらせましょうかね。はい、大丈夫ですよ。はい、ふみやくん、社長に動揺しちゃダメっすよ。はい、絶対勝ちます。うん、もう絶対勝つって言っておけ。多分もうここにジョーク置いとろ。はい、ここに置いとろ。置いてます。やろ、はい、置いとやろ。ちゃんと置いてます。くそ。いや、絶対引いてくれると思ったっす。今、あ、絶対引いてくれるわ。もうこっちの引くで余裕がありましたもん、ね。はい、めっちゃ心に余裕あったっす今。しかもこれ一番きつい引き方で、最初に引いたらお互いカードの枚数があるじゃないですか。今これ2-1になっちゃってるんで。確かに。そうだから、ってことはこれで2、ここだ。そう、だからもう当てずっぽで引いても50%勝たれちゃうんですよ今。どうしますか社長。最弱王ですよ。僕に負けたら最弱王。心理戦最弱王。ブランディング崩れますよ。身内が崩します。社長のあれですね、もう視聴者はみんな強いと思ったんで、社長が築き上げたブランディングを身内が崩します。繊細王になっちゃうんですよ。意外と繊細で崩されちゃうんですよ。社長でも何も今多分考えてないと思うんだよな。うん、でもずっと社長って2枚になった時にその内側に置いてたんですけど、ジョーカーを置いてたんですけど、多分それで大悟さんとかにやられとか銀卓にやられてるので外側に置いてるかなって思ったりするんですけど、多分社長の性格的にここやと思うんですよね。おお、おもろいわ。結局お互い深読みすぎる。結局こうなるんだ。50% で勝てる。やっやべえ。運でも 50% 勝てる。ブランディングが。いや、こっちジョーカー見とったね。はい。こっちを見とったね。見てました。見とったの。なんで見とったと。ジョーカーや君とったと。はい。ジョーカーこれです。これジョーカーなんや。ジョーカーです。本当にジョーカー。はい。これ聞いて引いてほしい。引いてほしいです。お願いします。僕はじゃあこっち行こうかな。いいっすよ。いやでもこっちがいいっす。なんで？はい。なんで？ジョーカー役です。ジョーカー役ね。はい。
サイプコパセイガーはムカつくな。いいっすね、うん、いやどちらやろ、どちらやろとか言ったらプレッシャー与えれんけんダメか。確かに、うん、ダメっすよ。真似しそうやけん、こっちにジョーク置いてそうだよね、普通に性格上。あー社長の、うん、いや違う、もうフミヤの性格上こっちに置いてそう。なんでなんですか。性格上真似しそう、うん、真似しそう。社長のってことですね。確かに、うん、だからこっちで聞いてほしい方にをこっちに置くかけん、こっちにはなんか大丈夫そうなの多いです。なるほど、まあ、社長の真似は常日頃したいですね。だけこっちから聞いてほしい、聞いてほしいです。来た、おー、ブランディングは守りました。はい、お前ずるいぞ。社長のブランディング守りました。はい、すいません、大吾社長、朝5時まで逆にちょっとあの呼んだ方々がちょっと今、はい、ずっとめちゃくちゃ楽しかったっす、マジで。まだいるんですね。はい、いや、だって240時間生配信ぶっ通すんで。本当にゲストさんが結構いた。そうっすよ、だから僕もう本当にここから出ないっすよ、240時間すげえ。はい、あ、じゃもうこれもじゃあ、うわぁ、はい、次のゲストぐらいで行ったんです。12時間で行った。あ、12時間、今10時間40分。おぉ、ちょっと俺一瞬トイレとか行きたっけ、有吉君と喋っとって。僕です。いいね、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。じゃあ、うん、惜しかったですね。でもいい読みでした。いやー、でも、もう、でも、ね、もう大悟さんと戦ったらもう確かに圧力半端じゃないよ。すごい、もう半端じゃない圧力あるよね。あるえ、俺すげえ、普通にあの格闘技でリング上がるよりもなんかドキッとするもん、やっぱ。逆になんか格闘技でリング上がるとき俺なんかおーみたいな気持ち上がれるけど、あれめっちゃ圧力すごい、やっぱ。確かに、でも格闘技ってアドレナリン出して戦うんでいいんですけど、うん、心理戦でアドレナリン出ないんで、はい、麻痺させるものは何もないんですよ。ああ、そう、だから結構、はい、戦うものが違うんで、自分の内側と戦わないといけないんで、顔出てんじゃねえかとか、はいはい、これでいいのかなとか、だから、いや、そうなんですよ、考えすぎちゃうんですよね、あと、うわ、これ、どっちで答えるのが正解なんだろうとかって思っとううちに、間違った方を言っちゃうよね、結局、迷いを悟られたら終わりです。いやー、迷っちゃうんだよな。楽しかった、めちゃくちゃ。楽しかったです、ありがとうございます。また、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、あの、噴射として申し訳ないです。めちゃめちゃ噴射したよね。ありがとうございます。じゃあこっちのカメラに切り替えれます、逆に。あ、そっか、今、あれか、角度が座ってもらったの。うわ、もともとマーキングしてたの。じゃあ大悟さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録してね。チャンネル登録し、魔法毒、魔法毒、魔法毒。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録しないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。今本気でいいよ。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。おめでとうございます。あー、うまい、酒がうまい、酒がうまい。見てね。